はいどうも皆さんこんばんは。9月25日木曜日、本日は貴公な戸塚店から生放送です。せーの、戸塚にゃ、よろしくお願いします。お願いします。いやあれ今日なんでコスプレしてないんですか。何やってんの。先週自分勝ちましたよ。いやね、先週山ちゃん出てないんだ。先週勝ちましたし、先々週スミチェル？そうスミチェルだ今日やんなきゃいけない。アマディ対決も勝ってます自分。はい最近ね、あんちゃん調子いいからね。そう、山ちゃんが負けまくってぶちのめしてやるから今日はぶちのめしてやるということでね、本日の対戦機種なんですけれども、 CR 銀河乙女のミドルスペック、そしてマックススペックの対決となっております。どちらがどちらを打つかは決まってるんでしょうか。どっちがいいんですか。いやいや、じゃあ好きな方打たせてあげます。好きな方打たせてくれる。いやー、寛大マックスいきます。あんちゃんはマックス。どうぞ。じゃあそれで山ちゃんはミドルの方ね、打っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。月曜日の人気投票を山ちゃんに入れたから、今度戸塚行ったら1箱ください。ありがとうございます。月曜日ね、そうですね、今度僕 10% いただきました。店長集結スペシャルということでね、お送りしたんですけどね。でもね、やっぱりこれがあるとしっくりくるな。いや、普段はねこれつけてますけど、店長集結の時はつけてないですもんね。そうですね、ヤムさんの面だけかぶりつけてましたね、みんなでね。せっかく銀が打つならへそのチェックをお願いしますって、なんか不具合が台にあるのかないのかみたいなね、噂があるんですけど、なんかこう2個入った時に1個しかカウントしないみたいなね、そういうのがあるみたいですね。2個入っても保留が2個つかない、そうみたいな、なんか不具合があるという話なんですけども、ちょっとやってみます。ちょっと早めに2人とも当ててね、もうこれでも勝負ついてるよって状況になったらやりたいと思いますんでね。当てないとね、まず当てるところからね。ちょっと勝負の方を先に。和子です、こんばんは。寒くなってきたのにお腹壊すぞってことなんです。今日の食べ物は何でしょうか。今日はですね、やっぱ寒くなってきたんで僕らデブにはちょうどいいです。デブにはちょうどいい、これでも暑いぐらいなんで、アイスクリームがいいかな。アイスクリームがいいかなということで、本日はアイスクリームを食べながら対決をしていくと。ハーゲンダッツ、ちなみにハーゲンダッツ、うちの商品でもありますんでね、玉でも取れるんですよ。戸塚店は景品にもね、ハーゲンダッツありますので、ぜひね、打ってる時に暑いなとか食べたいなとかなった時にはぜひ食べていただきたいかなと。果たしてあんちゃんは何個食べられるの？ちなみに何個用意してあるのかっていう。6個。でもね、6個いったらね、もう多分トイレ直行だと思うんです。まあその辺もね、楽しみながら見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。あつろくさん、わこん、山ちゃんとあんちゃん、わこーと、こんばんは。いつもありがとうございます。かき氷かな。こんばんは。今日は2週分の化け物が出てくると聞いてということでね、来週は今回負けた方にね、ちゃんとやってもらいますからね、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。どうもこんばんは。山ちゃんいいコスプレしてるだろうなと。コスプレしてるんだろうなってことなんですけどね。今日コスプレしてないんですよ、すいません。もしかして、バケツマックシェイクやるんですかって。やらないですよ。今度やってみたいけどね。今度やってみたいですけどね。バケツマックシェイクだから、マックシェイクを全部バケツに入れて飲む、それをストローで飲む。ちなみにこのバケツマックシェイクの案が出た方は一人しかいない。若干ですね、これ大体顔が想像してきますけど、ってことは今生で見てるって、そういうことですよ。戸塚に来たよろしく。コスプレはこんばんは。にゃあれこんばんはです。山ちゃんコスプレ相変わらず画面の幅取る2人だな。わら山ちゃん月曜日お疲れ。戸塚は癒し系やな。遠い目ゆとりかき氷ですね。ゆとり方なんです。僕たちのに僕のような引き運があるのかなってことなんです。相模原店の店員さんでゆとり刀さんというね、店員さんがいらっしゃるんですけどね。ゆとり刀、主任さんなんですけどね、引きが弱いんですよ。そうならないようにね、今日2人は出してください。大丈夫です。僕ら平和にはめっぽう強いんでね。なるほどね。いや、前カーボーイビーバップの時ね、本当当たんなかったからね。あの時ね、ルパンは良かったです。ルパンはいいね。1保留ある状態で確かめてねと、あ、保留が1個入ってる状態で確かめてほしいと。なるほど、だまあ時間があったらやる感じでお願いします。出たハーゲンダッツいいねいいね、アイス食べるな、さすが食の戸塚。6個とか55キロの俺でも余裕だわ。いや寒くなったりするからね。今日は暑いからアイスうまいぞ。ダイエット企画どうなったんだ、やってないのかと。ダイエット企画、いやあれ今ダイエット企画とか言って、いやですね、いやあんちゃんがね、すぐご飯に行こう、ご飯誘ってくるからね。で大体食べ放題、もう見た目のまんまじゃないですか。食べ放題食べ放題、もう行くんですけど、今日食べ放題じゃないとこ行ったんですよ。そしたらですね、ご飯を大っていうのを頼んだんですよ、2人して。大ライスをね、大ライスを。大ライスがね。普通大ライスって言ったら、ご飯がちょっと重りぐらいじゃないですか。まあそうですね。全然違います。大きい番外に出てくるね。日本昔話の。嘘でしょって。まあ今日はそれを食べたから、ちょっと食というかアイスとかデザートの方ね、やるということなんでよろしくお願いします。気候の非公認ユニット、ぽっちゃりマット部の皆さん、こんばんは。とうとう山ちゃんの首が見えなくなってきたな。違う、あります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 。あんちゃんマットで行ってミルク、ありがとうございます。食の戸塚で来た今日のごちそうなんですか。ミシュランマンさんお答えくださいということで、ミシュランマンさんはですね、今日はハーゲンダッツのアイス、今日はハーゲンダッツのアイスを食べながら打ちますので皆さんよろしくお願いします。ちょっと店の周り走っておいでわら。はい、ちょっとあんちゃん今度なんかボーダーのシャツでも着ようか。ああいいねいいね。ボーダーのシャツより今あれなんですよね、もうそろそろ10月になればハロウィンの、あ、ハロウィンかぼちゃになると、かぼちゃもいいですね。ハロウィンのなんか雲のあるやつも、雲のはい、ということでね、本日は全国を銀河乙女ね、2時間打っていきますので皆さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ゲームいきます。そう、この感じいいね。コーナー皆さん食べないんですか。いやいや、あんちゃんが食べてからでいいよ。え配線がつながれてないな。なるほど、まあね、初期ミスですね、あるあるですね。ハンドルが飛ばないハンドルが飛ばない。ちょっと皆さん少々お待ちくださいね。ケツを押さえながら走るあんちゃんの絵を希望。あ、なんだ今日銀河乙女か、おやすみなさいで、見てって見てって、マックスとミドル両方やるからね。2人が握った後のハンドルはねちゃねちゃしそうだな。こんばんは、山ちゃんに質問。はい、なんでそんなに太ったの、ニコ生のせいですかと。ニコ生のせいはないと思う。ニコ生のせいというよりは、ぽっちゃり A 主任のせいっていう。ああ、あんちゃんの、あんちゃんのせいね。皆さん、戸塚に来て太ったのは全部自分のせいにされるんですけど、それ間違いなく違うと思います。間違いなく違う、もう自己管理ができてないだけの話だとね、いうことだね。2ぐらいでいいですか。はい、まあっていうあんちゃんも太ったんだけどね。まあそうですね、まああんちゃんもね、そうだね。あれあれあれ、いきなり嘘でしょ。いや、なんでもなかったです。ああ、はいはい、ということで、まあもう始めましょう。はい、ごときたやっぱり戸塚には楽しい番組だと、ありがとうございます。あつおくん、なっちゃんって言って、なっちゃん見てる見てないかな。なっちゃんはね2歳のお子さんですからね、ありがとうございます。和骨あつろくさんのメガネペロペロしに来ました。あ、全然ペロペロしてってください。裏基盤仕込むな、仕込んでないですよ。銀河乙女ってクソ大なんですかってことなんです。どうなんですかね、そんなことはないんじゃないですかね。いや、そんなことはないですよ。時代がもうすぐ追いついてきます。はい、裏基盤仕込み完了。平塚のガロの剣抜いてきていいですか、やめてください。あつらくも太ったって。私はですね、逆にちょっと痩せてきましてですね、私ズボンが下がってくるようになりました最近。それは前からですよね。いや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 、本当にね、私ちょっと痩せたみたいでね、ちょっと言われるんですよね。ちょっと痩せましたかって。はい、なんでね、お二人とはちょっとね違う世界を僕は前に進んでおりますのでね。そんなこと言うのおかしいな。ですね、これからはですね、食欲なきですよ。ああ、確かにこれからはね、食欲なきなんでね、まさにそうですよ。ガンガン食べていきたいけど、あんちゃん頭左目でねお願いしますね。はい、ありがとうございます。食欲なき、はい、止まれ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 。ああ、ちょっと明るくなってる。こんなもんかな。お腹空いてるだけだよ。圧力 2% ってやって 2%。ありがとうございますどうしたあっちゃん心配腹。僕は彦龍ってラーメン屋をやってた原紀彦です。お、彦龍ってどこにあるんですか？ちょっとわかんないですけどもね。彦龍っていうラーメン屋、はい。わかんないですね。変動開始時に銀河乙女がないと厳しいとか。あんちゃん梨の季節ですなと。梨終わった？梨はもう少しで終わりですね。もう少しで終わりと。いやもうね、浜梨は終了しました。浜梨？浸水がまだ出てません。浸水？いやこの間行ったらもう終わっちゃった。終わっちゃったの？梨の種類が全然わかんない。今度はですね、もうちょい上です。クリスピーサンドっていう、スイートポテトのいただきます。スイートポテト。これ、うちのお店にもこのクリスピータイプあるんですけど、これだと、打ちながら、遊戯しながら食べれるんで。なるほど、遊戯しながらにはもってこいのクリスピータイプね。はい、ということで、1個目、あんちゃんいってもらいましょう。どうぞ。はい、いただきます。圧力全力でクッパーも頼む。いやいやいや、クッパーはダメだろ。バランスがほんとむちゃくちゃになったと。さっき赤ロゴ落ちで、擬似にガセだぞ。ありえないよなぁと。まあね、赤がね、本当にもう最近の台は弱くなってきてますからね、保留が。もうね、赤は普通ですよ。うん、赤が普通になってきたね、最近ね。平塚のガロの耳抜いてきていいですか？やめてくださいミルキーの出しすぎで痩せたんですかってことなんですね。それもあるかもしれないね。なるほど。あっちゃん、あんちゃん、山ちゃん、こんばんは。こんばんは。あんちゃんに食の季節関係ないんじゃないの？いやいやいや。やっぱ秋はより一層食べるということですか？そうですね、言い訳ができるんでね、食欲の秋だっていう。ああ、確かにそれはある。いくら食べてもね。いやでも美味しい季節ですよね。そうだね。彦龍は西日暮里にあります。今は引退して西日暮里駅前のダイナムで毎日1パチ打ってます。お疲れ様です引退しちゃったんですか？ラーメン屋潰れちゃったのかなやっぱり圧力の 2% は最高やな。毎日振ってるけど、やってくれてありがとう。いえいえ、こちらこそコメントありがとうございます。いつもね金色の狼なんか金シャンでもガロってことかな。金シャンでもリーチ止まりなんですが、それはってことなんですけどね。結構疑似さんね、ガロの金シャンとかはそうですね。そう、疑似さんしても全然アニメリーチで終わりとかしょっちゅうだもんね。いやもう最近多いっすよね。多い多い、本当にね、そういうのが。あんちゃん、さくらんぼ食べたいよ。さくらんぼ食べたいんですけど、今シーズンじゃないんです。そうですね。美味しそう、いいな。これからは、これからの季節は何がいいんですか？果物的には。あと柿とか。柿、柿、ぶどう。ぶどうはもうほぼシーズンそろそろ終わりですね。あ、ぶどうも終わりなんだ。あれ、あんちゃん岡山とかに行けば、冬12月までぶどうはまだあっちでは栽培してるんで。あんちゃんのね、偽証彼女がいる岡山に。あ、岡山に彼女がいない。いない。これね、隠すんですよ。あ、隠すけどね、いるんですよ。そうですか。お金を払って遊ぶお店ですかね。大丈夫ですか？久しぶりに十津川には見ました。こんばんは。こんばんは。ガロは前からだろう。乙女3を踏まえてこれだから困ると。なるほどね。これって何が激アツのガセ多いん？これってなんか激アツのガセが多いらしいなぁと。あ、そうなんですか。美味しそう。普通のお客も食べながら打ってもいいんですか？あ、全然どうぞ。アイスぐらいなら全然大丈夫です。しかも玉で取れますからね。はい。ぜひ打ってる遊戯玉でね、商品取っていただければと思いますね。結構あれなんですよね。年配のお客様とかアイス休憩時間に食べたりとかされてるんで。あ、そうなんですか。あとカップのやつだとやはり休憩場の方に持って食べてるお客様もいらっしゃいます。ああ、その休憩コーナーの椅子を使って食べてるってことですね。あとはカップルのお客様とかがね、その彼女が彼氏の打ってるのをずっと見てるのをね、いやごめんねって言ってアイスをおごってあげる。なるほどね。もういいよね、そういうのね。本当にやりたいよ、俺も。あ、もうやりたいな。圧力明日蒲田です。あ、そうなんですよ。明日僕蒲田の放送やりますんで、ぜひ明日ね、明日も引き続き見ていただければと思いますよ。いや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 、久しぶりなんでね、こうちょっとスネ夫とね、オギをいじっていきたいと思いますね和子、またあっちゃんの黒いの持ってるの忘れてパチ屋行って失敗したよと。あ、忘れちゃったんですか？圧力ライター持ってってください聞いてくださいよ、聞いてくださいよ。圧力ライターねえ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 、はい、圧力ライターをですね、持ってってうちに行ったら、ね、ご夫婦さんなんですけど、2人とも勝ちましたって言われたんですよ、今日。ありがとうございます。圧力ライター、今回またいろいろ来ますよ。何何今回のライターはいいかもしれないよみんなは。今回のライターちょっと引きが良くなる。前回のライター持ってきたら負けるけど。前回のはちょっとね不評だったんだけど、今回のはちょっといいかもしれない。僕でも昨日あれ圧力さんのライター欲しいって方来られて。あ、本当ですか。はい。それでどうでした。どうでした。お渡ししたんですけど。はい。まあ多分。運がいいんじゃないですか今回のは。あ、今回のはなんかちょっと嬉しいお声をいただいているということでよろしいですかね。皆さんほら勝ちたいんだったら圧力ライターをねぜひコーナーに取りに来てくださいね。皆さんお願いしますよ。じゃあ僕の私物としますんで。あ、お願いします。ぜひ私物でね、持ってってください。どこまで読むのかな。くんこれは平和の匂い。銀河乙女の赤堀は 18% だから期待しすぎないでね。18%？ 弱いね。そんなんしかないですか。この台擬人のエフェクトは必ず赤ってだけだろうと。なるほどね。これ青堀リーチにもなんないんだ。なんないなんない。ヒコリは日本一まずいラーメン屋としてテレビで紹介する。アトロクさん痩せたのですか。もう寿命かなと。まだ生きるよ俺は。リンゴ、覇者の赤堀は期待しちゃう。今日縦カットに2回出ました。わーいわーいと。すごいじゃん。いや覇者の赤堀はだって 50% じゃないですか。前1パチで初めてエルカ打ったけど、あれは最強の素材だなと。こんばんはこんばんは。今は梨やない。そうだね。戸塚店の3万サンマ祭りはいつやるんですか。サンマ祭りなんかやるのやらないでしょ。サンマを焼くんですか。昨日関西放送でエンディングまで行ったから関東でもエンディングまで行くよねと。まあそれはもうまあマックス次第じゃないですかね。まああんちゃん次第ですね多分ね。はい。今日余るパン打ってきたけど辛すぎおこということでね。あれはちょっと辛いんですよね最初のねもうがね。先週放送先週だよねやったのね。先々週かやったけども一回その ST 中に当ててしまえばっていうところはあるんですけどね。そう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 、そこがなかなかね大変なんだよね。重いっすからね。ガロで剣がぶっ刺さってしないと 10% だったら切れるだろうと。バランスを考えるというのはそういうことだと。なるほど。あんちゃんがマックス、山ちゃんが緑で OK。 OK です。今の台は激アツで外れが日常だからなと。マックスと緑対決、そうです。あんちゃんは岡山に愛人がいます。毎日抜きます。そういうのうぜ。戸塚店のシャトルバスの運転手さんに圧力が乗ると傾くんだよねと言われたからやってたんでしょってことなんです。そんなことないです。リア充爆発しろ。マカダミア味はありますか。ハーゲンダッツありますね。ある。はい。どっちがマックスですか。あんちゃんの方ですね。画面向かって左側です。伊勢崎はいつから放送するんですかとなんですけど、まあ見てということでねお願いしますね。圧力やるなら明日も見ようと。ぜひ見てください。明日あっちゃんなのね見ようから。見てください。圧力やったら欲しいな。そういう方はですねぜひ戸塚店の方にねもらいに来ていただけるとね。戸塚店であげたライターは結構お客さんから評判がいいので、もしかしたらこう運気がこうね詰まったライターなのかもしれませんよ。はい。圧力ライター頭がバカそれは気を使って言ってくれてんだよ。まあねそうやって言ってくれてるだけでも俺は嬉しいですよ。圧力ライターで実践したら150件負けました。負けすぎだろ本当に。おかしいな。黒いの持ってきとダメなんだ余計すんだよと。マジか。わこつん最近あっちゃんライターカットイン激アツですよね。そうそう、私が後ろからですねこう台の今こう打ってるねあんちゃんと山ちゃんの台に私がライターをカチーンってカットインすると当たるかもしれないんでね。その圧力ライターカットインもね2人とも気にしながら打っていただければ。その熱いリーチとか来たらそうそうしたら私が勝手にねカットインしますから。なるほど。そうさあ擬人2。はい、擬人2ですね山ちゃん。今度はどこでもらえるのかなってことなんですけど、圧力ライターはですね関東のキコナ全店で一応もらえるようになってますんで、私勝手に置いてくるんでね、私からなんでぜひもらってください。平塚、相模原、横須賀、戸塚、蒲田、伊勢崎と、ね、どこ行っても私がね勝手に置いてきてるのでぜひね受け取ってください。最近考えたんですけど関西にも送りつけてやろうかなと思ってね。関西の私のね酒パーにも帰ってくるんじゃないかな。大丈夫大丈夫ね。関西でもちゃんと配っとけよっていうね指令を出したけど多分大丈夫だと思うんで、関西のね放送行って関西に住んでる方はぜひね圧力ライター欲しいんですって放送で言えばきっとくれるようになると思いますんでねぜひ受け取ってください。圧力ライターって呪いのライターって聞きました最初初代はそうだったんだね、ごくまれに青でも当たるよと。あ、本当、保留ね。あ、そうなんですか。圧力ライターは某買取店に持ってったら処分代1万円請求された。嘘つけ。明日圧力ライター持って宝くじ買ってみようかな。あ、宝くじはね、私やったことないんでね、そういうのもいいんじゃないですか。なんかいろいろ出てきた。いろいろ出てきた。プッシュボタン。ああ、いや、3つ出た。あ、すげえ、なんか熱そう、山ちゃん。SP チャンス。はい。星。はい、山ちゃんはチャンスですね。あ、赤だ、赤。戦国乙女は武将だったけど、銀河乙女はどうなの、武将なの、これと。武将じゃないみたいな。武将ではないね。なんなんですかね。おお、なんかやらない。コスプレ女子。銀河戦士、戸塚店でサンマ祭りやらないの？サンマ祭りはね、もう目黒とあれ終わっちゃったんじゃないですか。やるなら行くのね。戸塚店のバーベキュー大会はいつやるんですかと。戸塚店ではやらないですけど、圧力さんがオフ会やりたい、やりたい、オフ会やりたいよ俺、すげえ。圧力さんがね、全部松坂牛とか用意してちょっと待って、松坂牛だいぶハードル上がってる。例えばあれですよね、蒲田店のそばに松坂牛のホルモン食べれる店ありますね。ああ、ありますあります。じゃあ山ちゃん神戸牛でいいよ。山ちゃん神戸牛のステーキをね買ってきてくれる。ステーキ？そう。ずいぶんレベルが上がった。明日私蒲田で出るからよろしくあずけんと。嘘だろ本当に。キャラクターごとにエンディングがあるんですよねと。なるほどね。キャラクターこれ選んで打てるんですよ。はあ、なるほど。そうそう、だからその辺変えてもらっても全然問題ないんで。今あんちゃん誰選んでるの？卑弥呼ですね。卑弥呼？これですね。同じじゃないですか。あ、違うんだ。違いますね。バラ肉の儀式という名のバーベキュー大会いいですねと。ああ、いいね。文字ってってね。圧力を持ってたらおまわりさんに職務質問されましたと。やめてくださいよ。そういう悪い噂流すのは。危ない。卑弥呼とその他がいるあたり銀河の位置がよくわかんないねと。とつかね。皆さんこんばんは。今メロンパン食べながら見てます。体重53キロですと。痩せすぎだろう。やばいよ。53キロはダメだよ。継続率はマックス82%、ミドル80%だから、回数だけならどっちもエンディングありえるぞーと。まあ確かにね。確かにそうですね。あれ先週山ちゃんの代わりにいたあいつはいないのと。いないですよね。あいつは今日はいないですね。今日はお休みです。はい。この時は本物か偽物じゃないですか。この台連続入賞で保留たまらない場があるみたいだけどどうなのかなと。どうなんだろうね。ね、それちょっとね。なんか別に。ある？ちょっと怪しいなって感じはします。うちから歩いて5分のホールや。あ、今度遊び来てね。あ、お願いします。はい、最近ハリヒを打ってますが、毎回15箱、17箱出ます。スペックやばくないですかと。いや出ないときあれも出ないんだよ。出るときはすごいけど。ハリヒなんて僕2連しかしたことない。まあ単発も多いですしね、あの台は。はい、事実。圧力ライターってお高いんですよね。それがなんとですね、私から無料で差し上げますんでね、ぜひ取りに来てください。大黒屋のそこに圧力ライターあるよ。あずけ見ての、あずけんツイッターやってないのかな。出るとき教えてほしいよなと。ああ、そうですね。あずけんツイッターやってないですね、あずけんさんは。3パン確定、ネギ玉迷惑です、黒いの。わら、関西に着払いで圧力ライターを送りつけるよ、俺は。戸塚で圧力がバニーガールのコスプレで圧力ライター配るって本当ですか？やりません。和骨圧力ライターって相模原は不人気ですよね。そんなことないですよ。圧力ライターはどこが一番熱いんですかね。どういうことだ。松浦ライターはありますか？ないです。平和赤保留パチパチおめでとうございます。リーチ確定です。まあ赤保留の信頼度はそのぐらいかな。戦艦チャンス期待。稲川淳二当てようとないんですよ。戸塚店。保留は、結局色次第、個人的期待演出はユニオンチャンスだなと。そうだね。あ、ギジさん。はい、ギジさん来ました、山ちゃん。あっちゃんがオフ会で松坂牛A5ランクを10キロ奢ってくれるって行きたいなと。俺が行きたいよ、それなら。何、松坂牛食べたいよと。圧力太っ腹だね、オフ会早く。赤い行け、赤いったよ。どう？リーチ。そうなの？はい。この音を見てたらいきなり PC がブルースクリーンになって焦ったと。あ、それね、俺もね、前なってたんだよ。気をつけてね。戦国乙女と同じメーカーですか？そうです。はい。おー。あ、薬物ラッカー。この後なんか下からグイーンとか出てこないと、ちょっと弱いんだよね。あ、そうなんですか。そう。今日ガロで、でも、オフ会って。おー、もう一回来た。あー、ちょっと暑いんじゃないの山ちゃん。はい。交通費込みならオフ会行くよ。お、来た。はい、チャンス来ました山ちゃん。いいよ。これ来たんじゃないの？これはいいよ。当たりじゃないですか。いやでもね、これでも全然外れるからこの台。マジっすか、本当にこれじゃね、演出ひどいと聞くんだがどうなのかなと、それは見ててくださいね。こんばんは、こんばんは、こんばんは。今日ガロでデモ出ししたら14連したよと。おお、いいじゃん、80回転でデモ出しですか。マックで放送を見てたら、リンゴマークがなくなってた。あんちゃん食べたと。リンゴマークってなんだろう、なんだろう、リンゴマーク。ツイッターとかでおすすめ台とか告知できないんですか。これがねできないんですよ、すいません。そういうのがね今できなくなっちゃってるんでね、議事さんしても意味ないよ。今の台議事さんが普通だからなと。暗黒放送、そうなんですよね。来年のラジオが終わるぞ放送と、そうらしいね。あっ、今日最終回ですね。この裏番組やってます。そうだね。まあね、そんな簡単にこの台当たんないんですよ、山ちゃんね。山ちゃんだっせーみたいなね。復活、復活。ないないない、外れたーと。ないのかよ。はい。山ちゃん暑いの、暑くなかったね。平和議事さんおめでとうございます。画面ちょっと賑やかにしときますねと。これじゃね、これ弱い。演出全く戦後透明まんまやなと。かかりが不安すぎる。これじゃねみたいなリーチアップあんのかと。演出バランスがひどいのか。達成10秒 OK、早く外してねと。通常時暇台なのに暑そうな演出来ても基本灰わろ。これビブアップですわ。そうだね。近いね。これで当たったら管立つぜと。だっせー、山ちゃんっていつも暑い時のテンションが高いよねと。山ちゃんダサい、だっせー。これが当たったら苦労しないだせ、こんばんは、月曜見たよ圧力スケベ、こんばんは、ありがとうございます。チャンスアップゼロだって飽きた。今何回回ってると。今80回転ぐらいですね。はい、リーチが多いから。そうだね。戦国乙女はシンプルモードが良かったのに。あんちゃんは何回転？ 116 回転、116回転ということで、ね、ミドルの方がね、リーチが多いです。ああ、リーチが多い、リーチが多い、サクサクサク進んでいってます。ってことはお金使うスピードもやっぱミドルの方が遅いのかなっていう、そういうことですね。かな、まあ当たるかどうかは別として。そうですね。先読み注意報だ。圧力さん、タバコは丸めライトでしたっけ、差し入れにでも。ああ、すいません、ありがとうございます。でもいいですよ、気使わない、丸めライト吸ってますけど気は使わないでください、本当にね。私は大丈夫ですよ、あんまりすると死んじゃいますからね。こんばんは、こんばんは。銀河乙女は、ユニゾンチャンスが結構熱いらしいですよと。だ、ユニゾンチャンス、ユニゾンだそう、ユニゾン。これ絶対ホールで打たないわ。いや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 、打ってくださいよ、これね。実はいっぱい出るかもしれませんよ。今日もね、回数これ46回とか49回、52回とかめちゃめちゃ出てんじゃん、山ちゃん。いやね、出てますよ。めちゃめちゃ出てるから、まあ面白い、面白くないは二の次としてね、まあ勝てる可能性ありますから。はい。青保留からの全消灯でネクスト。今の展開で熱いと思うようじゃ平和初心者ですよ、山ちゃん。そうなの？和骨山ちゃん毎回思うが演出信頼度予習しとこうぜと。まあね、これじゃネクストですよ。はい、理事さんかな？理事さん。はい、来ました。来たぜ来たぜ、山ちゃんチャンス。今日関西も銀河乙女だから内容勝負だね、ゲス顔ということでね。まあね、今日は森口店人気放送ですけどね。緑保留になった。はい、緑保留、山ちゃん。まあまあ、こんなのは空気ですよ。こんなのは空気です。何し？ああ、激が熱い。これはちょっと熱いよ。これはちょっと熱いよ。エロゲーあるよ。こんなの、おいおい、いいよいいよ、山ちゃん。これ来たんじゃないの？これはいいよ。いいよ。山ちゃんとあんちゃんはタバコ吸うのすいませんね、二人とも。緑ファイナルバトル。銀河乙女、これ熱いでしょ。これはちょっと熱いよ。これ一番熱いリーチじゃないの？熱いと思うじゃんみたいなコメント来てるよ。今回もエロゲーも弱いのか。ワンチャン発生、まだ油断できない。ワンチャン来たと、フルボッコリーチ。エロゲじゃないですか。ミドルの方がよくリーチが来て面白そうだなと。2人パターン、エロゲあるよと。エロゲあるよ。これ大当たり中めっちゃ消化早いんだよねと。早いですね、早い早い。この消灯で疑似だけっていうのが最高にあれ。エロゲ 30%、 下の役物は共闘以上でデホ。これなら当たってもいい展開だよね。あ、マジですか。山ちゃん騒ぎすぎ、銀河は疑似なんて飾り。60% ぐらいあるんじゃないかと。そんなにある？当たるよ。ボタンブルってワンチャン。銀河は何で当たる？何でも当たるし何でも外す。なるほどね。チャンスアップがないと普通に外す。エロゲ信頼度 53%。チャンスアップってどこであるんですかね。同伴いな戦の、キングオブタイム、これ簡単に外れるよ、金ゼリフじゃないとダメだと、カットイン次第。あ、この後カットインがあるんですね。そうそう、頼む山ちゃん、頼む山ちゃん。さあここでお金お金文字全てをかけます。金文字ますよ、金文字。山ちゃんこれはいったんじゃない、85回転目。これでも圧力ライターの勝ちはないけどね。うん、圧力ライターの勝ちはちょっとないけどもないけども、いやこれ来たでしょ、外れ待機。さあどうだ、外れ待機ってモロタ、あんちゃん頑張って、モロタモロタモロタ、これは VS マリアは 70% だが CU チャンスアップ次第だなと。そんなあるんですね。これでも山ちゃんならてん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 あらえマジかよ、こんだけ羽織っといて復活あるでしょ、これあるよ、あるでしょ、あるよ、これはあるよ、あるよ、あるよ、ほらほら来ました復活大当たり。そりゃそうだよ、びっくりしたよ、危ないよ本当に、あんだけ出ててね、外れたらもう打たないよ本当に、もう今日帰るよ出せあたた出せ出せってコメントがねいっぱい来たけども、さすがにね来ましたね、さすがに来ました、これはい、おめでとうございます。じゃああんちゃんお先です。はい、素直に当たれよと、本当ですよ、だから通常の可能性はまだあるからなと。通常そうそう 50% ですもんね、角円ミドルの方は 50% で角円突入、角円突入後は 80% のループ、そしてマックスの方はですね、へそ入賞時は 70% で確変ですね。はい、単発だ、単発か、このあとなんかもう一回復活みたいなのがあったりするんですけど、あ、最後のさあ来るかからの、はい来ましたー、確変ゲットー、よかったよかった、いや、いいとこ見せられるね、これで山ちゃん。はい、おめでとうございます。やばい。もうね、いいとこは見せられますよ。でもね、山ちゃんが当たるとね、あのね、おーって声とチって声がね、1対1ぐらいで来るから。チキ、回らない部位。誰がいいですかね。あ、誰でもいいですよ、好きなので。最後にボタン回ると確定なのかな、どうなんですかね。見れる、見れる。はい。ブブやっぱりこれ ST 機なのかな、 ST じゃない、 ST じゃないですよ、はい、核延期ですね。はい、何これ何これ、オッズが大きい人がいい、胸が大きい人がいいと。じゃあそうですね、はい、銀河乙女はバトルタイプだよ、そうですね、あの核延突入後はバトルタイプですね。マックスの方がきついんだよな、ミドル荒れるとかあるがと、やっぱりマックスよりミドルの方がいいかな。山ちゃん、父か父なんかわらわら、最近こんな回りくどいリーチやら当たりやら本当打つ気をそいでくれるわ。あー確かにね、あれもうはいリーチきました。でも3とかだとチャンスなんじゃない、どうかな。一応ですね、確変中の大当たり確率が100何分の1だったんで結構当たんないんですよね。まだ2回転目ですけど、そうこれへそで底落ちとかない、大丈夫、これへそじゃないと思うけど、本当多分違うと思うかな、ピンチじゃねえかと。どっち山ちゃん、と山ちゃんは右ですよ、画面向かってミドルの方です、ミドル。あれこれ相手の攻撃になったな、本当あれやばいんじゃない、ザマー準備中、へそ落ちバロス、あああ来た来た来た、これは来たでしょ。R 中も電柱開くけど溜まってたかな、どうですかね、へそ落ち回避のためにの分母でかいのか、そうだね、まさかの落ちたら笑う、落ちたら笑うよ、来た来た、あれあれえあれこれへそだったら涙目、慶応からのリーチャピンチ負けた、来るか山ちゃん山ちゃん、あらいやいや復活があるんですよ、からのない。はいということでワンセット終了。これ 20% 引いたってことですか多分。うわ早すぎだよ、だっせーだっせー、100分の1を2回転で引かなくていいんだけど、メガキャン放送来たと確変などなかった、やっぱり山ちゃんだな。山ちゃん、山ちゃん頼むからマジで。あでもこれ50回超えたら確変に50は100なんですよね、時短が。はいここから復活あるんですかってことなんで、多分ないと思いますね。バトルタイプなんで多分ないような気がしますね。さすがクソ大3でも負けるな、これ多分特格なかったような気がする。電作保留だったかな。特格はね、ないです。はい。緊急警報からは京都プラス反撃赤文字でも落ちます。あ、そうなんだね。ワロタンゴ、持ってますな、山ちゃん。山ちゃん分かってるなと。おっと、平和の悪口はそこまでだ。落ちたの、落ちましたね。山ちゃん、はい。瞬きしてる間に落ちるということでね。めちゃめちゃ早かったね。2回転で終了ですよ。は、早っ。はい。あんちゃんもう終わっちゃったの？あんちゃんおかわり。おかわり。アイスのおかわりは？あんちゃんアイスおかわり持ってきたらいいんじゃない？当たったらいきます。はい。いや、当たるのは先だよ、だいぶ。だってもう40分経つから早くアイス持ってこないと。でもこれ結構いい、今いいリーチ来てる。いいリーチ来てる？来てないよ全然。ボーンボーンって。ねえねえ山ちゃん、怒っちゃいやーよと。はい。20% 簡単に引き継ぎ、時短戦法で4ラウンド確認。ギャラクシーゾーンって何ですか？平和からお電話です。 AR なんで戦法はないです。お、これチャンス？これギャラクシーゾーン先読み？先読みじゃない？堀海緑、山ちゃんは3暑かったけどなと。山ちゃんへこんでる？いやいや大丈夫大丈夫。はい。ネオじゃないとあんま暑くないと。赤保留。ネオ赤まで来ました。赤まで。山ちゃんもう戦費喪失、そんなことない。時短中ガセを。いや、時短中ガセ多いらしいですよ。打つ気なくなったわ。時短中は無理だろう。ネオギャラクシーじゃないとなと。格変で3桁とか時間がかかる演出とか、これがホールからの要望に応えたメーカーの答えなのかな。どうなんですかね。時短折やばいよ。今回時短折ひどいと噂。時短特有の折、釣り、時短中の釣り、時短の赤はガセ多い。赤 18% だよ。次回予告 10% だよ。次回予告は判定先は弱い。応援してるよ山ちゃん。はい。こんなに早いダッシュ落ち初めて。当たったよ。マジで？当たったよ。はい、来ました。山ちゃんお当たり。引き戻し29回転。やるね山ちゃん。いや、やるね今日は。見せますよ。いや、見せてるね。ギャラクシーボーナスゲットー。おお、すげえ、嘘だろと。赤店長ボタン使ったらない場合。どんな引きなんだよ、それ当たるよ。緑になる。はい。いや、いいよ。これも一応 50% なんで、多分ね。多分ね。多分。嘘で、だから要は、これで 50% いけないと、多分100回転の時短がつくみたいな感じじゃないの？違う？でも人選ぶのはなんで？もう格変なの？右打ちは格変？どうなの？電柱だから100%。電柱は100%か。ああ、よかったよかった。危ない。電柱は 100%。電柱は100%。ありがとうございます。さすがにそうじゃないと。出たまわりは格変です。ありがとうございます。すいません。お持ち帰り。いや、出たまわりは。はい、おめでとうございます。これ16ラウンドじゃないの？要は。あ、キュンキュン言ってるもんね。はい。ほら、16ラウンド。はい、おめでとうございます。今日は誰がボタンを押してるんですか？あと説明、ガバじゃないかとね。俺、この段あんま勉強してないんだよね。ごめんね。コメント読むの大変だな。そうですね。おめでとうございます。ガバロック。やっぱりミドルだなと。時短も可能性まだあるし、と。電柱の図柄トロイは 100% ね、と。はい、ありがとうございます。ラウンド昇格だったのか、と。ラウンド昇格でしたね、今回。はい。スポーターな店長ボタンということでね。これが裏基盤か。へそ打ち期待してるよ山ちゃん。これはね、あんちゃん来週コスプレだね。コスプレです。ポリゴンショックや駒のラウンドショックがあんま来ないよと。今度は1回点落ち期待。あんちゃん生きてる？生きてます。あんちゃん頑張って。山ちゃんそこ落ちすんなよ、絶対だぞ。今度こそ大丈夫大丈夫。この100回転は、いやいや、100分の1はそんな引けないですから。はい、マックスが空気。あんちゃんも押してやれ。時短、引き戻しから、R ショックは来ない。山ちゃん見せるねと、フラグ笑。山ちゃん期待してて、そこ打ち。山ちゃん分かってるよねと。山ちゃん応援するコメントがたくさん来てますね、今日もね。応援されてるのか。ありがとうございます。なんか、ちょっと変なことを期待されてる気がするんですけどね。いやね、これね、もう一回底落ちして引き戻しとか面白いよね。展開的にはね。それすごいですけどね。出玉も同じならミドルがいいわと。マックスはきついと。あんちゃんの方がマックスタイプか。そうなんですよ。ただ要は最初の突入がってことですよね。はい。マックスは最初から 70% ですもんね。はい。マックスの引き見せてください、あんちゃん。はい。ただカーボーイビアフの時もひどかったですからね。マックスの方がいいだろう。平和ドキドキして楽しいでしょ。これめっちゃ早いね。あんちゃん頑張って引こうか。当たり回数勝負なら 80% 継続に入ったから、マックスの価値が半減だなと。出玉マックスの方が多かった気がすると。あ、出玉ちょっと 50% で16ラウンドですね、電柱は。なるほど。マックスの方の横に小冊子っていうかあれあると思うんですけど、はい、出玉書いてありますか？マックスのやつ、はい、マックスは書いてありますよ。出玉何発って書いてあります？あ、出玉、はい、あ、出玉は分かんないな。出玉までは書いてない。今ね、私16ラウンドでの、はい、あ、でもカウント数がいくつなんだろうね。うん、そこをね、ちょっとね、見比べてもらいたいんですよね。こっちが緑の方なんで、いや、多分ね、9カウントの15払い出しなんで、はい、あ、なるほど。マックスが9カウントで、はい、緑の方は8カウントですね。なるほど。弾が1個少ないから、やっぱ出玉もマックスの方が多いと。そうですね。いうことですね。はい。1850と1700ちゃうと、そんぐらいですかね。そうですね、はい、それぐらいですね。ギャラクシーダッシュで750回転はまったわ。そんなにはまる？はまりますね、はい、見てると。ラッシュって走るの好きだな。おお、テンパった3だ、はい、また3だ。これはもらったんじゃない？山ちゃん3だよ。だっていやね、赤文字これさっき負けてるんですよ、はい、100発差ぐらいじゃない。マックスの方が出玉200個ぐらい多いよ。電柱周りに、釘も、できるのは見せてあげてください。電柱周り、電柱周り。じゃあ、あ、でもこれバトル終わってからにしようか。平和の、はい、来ました。おめでとうございます。あるな、あんちゃん当てて、先読みもあったしいけそうね。おこい、テンパイで何かしら当たりは確定ですか？そうですね、あんちゃんそうですね。学生軍隊来ました。はい、チッチ、チッチってちょっとマックスが2010ぐらい、緑が1850だと。金が出ました。ああ、あんちゃんは金来てるよ。はい、あんちゃんそれね、はい、甘いよ。さあマックスの方から見せ場来たかな。はい、エロゲカットイン7ばっかだもん。はい、あんちゃん 16ラウンドです。はい、16ラウンドおめでとうございます。イエス。あんちゃんワンチャンあるぞと。あ、本当ですか？はい、あんちゃん釣りかな。あんちゃん熱い。今赤の赤字でしたね。さあ来るかな、どうかな。ミドルが1970で実質1800と。お、あんちゃん熱いかと。無理すぎる。ないないないですか？あんちゃんそれないよ。マジで来ました。あんちゃん210回転お当たり。まだ追いつける可能性ありますね。何それ？いや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 、すごいすごい。何が当たったの今？何何？ギャラクシーゾーンに入って。ああ、ギジは？ギジ何回かちょっと見てなかったです。はい、おめでとうございます。マックスタイプなんでへそ入賞時は 70% で確変突入ですね。大丈夫です、これね。はい、 30% 落ちますから。 30% 落ちる。さすが 70% いけるね。疑似2だねと。疑似2だって。すごい。なんだ神台かと。うん、すげえな。簡単じゃないかと。あんちゃん弱戦艦チャンスだな。なるほどね。しかし燃えないなと。世の詰めです。 30% あれば引けてしまうぞと。さあここはね、確変でね、なんとかこうこうね、こうまあ神間にまたしたいですよね。そう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 。さあいくか、あんちゃん確変は。ああダメか。ラストのお助けは。お助けあるよこの後。さあ最後のチャンスです。どうだ、ここで。はい、来ました。あんちゃんの確変ゲット。やばい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 。いや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 、強いね。やばいやばい。これ追いつかれる、追いつかれる。おお、やったーと。3分の1でアウトだ。すごいね。いいお店場が。うん。圧力ちょっと気が早いかもしれないけど、質問、神回ですかと。可能性高いよ、今回は。ちょっと。ねえ。これ神回ですよ。2人とも引けてるから、これはどっちが連チャンするかは結構見ものですね。もうダブルエンディングでいいんじゃないでしょうか、ね。あ、ダブルエンディングいくねえ。もう裏も同じ台打ってるみたいだから。そうですね。はい、いやいいぞいいぞ今日は。いやこのメガネっ子萌えですよ。あ、メガネっ子がいいと。あんちゃんおめでとうと。ありがとうございます。よくやった、おめでとう。疑似なしでもいい。いくらでも当たるよ議事は。ポリゴン食薬魔の罠、今日の罰ゲームは何ですかと、まあ来週のコスプレですね、これで勝負できるね、こんな打ちたい、店員がこんな引きを見せるから俺らが引けないんだよわら80% 継続強いぞと、最後のボタン演出って確定ですかねと、どうなんですかね、今のところ見てるやつは、放送で見てるやつは俺は全部当たってるね、あれね、あそうなんですか、はい、あれが来ない場合があるってことですか。あります、あれ来ない時あります。あ、なるほど、そう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 、さすがな、やっぱ2台ともエンディング期待してます。あれ山ちゃんと違ってちっこめがないなと、いやおかしいじゃないですか2もミーも、バイオツでかいのがいい、銀河の記事は、風あおり、でかくないのがいい、向こうも当たった、おなんと森口も当たってると、負けてらんないですよ。戸塚店さんこんばんは、こんばんは。ほんとショック早いな、メガネっ子はとある三坂美琴と同じだね、あちょっとボケてるな、ちょっと待ってねぐらいかな、あーやばいやばい、緊急警報、あ危ない危ない、山ちゃん危ないよこれ、やばいやばいやばい、あー助かった助かった、はい、やっぱりあんちゃんも最高だって、山ちゃん落ちろと緊急警報、はい、ちょっとあんちゃん危ない、あんちゃん大丈夫だった？大丈夫でした。はい。ちょっとね。それ緊急警報ってどうなったらアウトなんですか？だからそこでリーチかかったら危ないってことじゃないの？なるほどね。多分。ではちょっと山ちゃんの方の、はい、電柱周りをね少し映したいんですけどよろしいですか？あどうぞどうぞ。はい。どこですか電柱？電柱ここ下。ギャラクシーダッシュって書いてある。ここもうテンパっちゃいますよ。テンパ危ない危ない危ない。テンパってないよ。この辺？ここ。ちょっとそんなこと、ああブブブブ警戒態勢に入ります。ダメですよ、ダメ危ない、はい危ない、まあだから電柱もほとんどこぼさない感じですか。まあそうですね、一玉返しかなこれ多分、そう一玉返しなんですよ、はい、なんでほとんどこぼさないようなね電柱周りになってます。開放時間も長いですしね、はい、やばい2人ともやばいしか言わないじゃん、もう警戒モードってやばいんですよね。赤尾流でも緊急だと転落するらしいが果たしてどうかと、森口単発やったで、電柱1個返しですか、そうですね、電柱移してください、移したよ、3だったらえらいことになるな、この消化の速すぎて楽しい、あ電柱がラブジョーみたい、異常ありません、反応なし以外言われると危ない、ラブジョーバトル準備中って、はい、赤保留でも落ちますってか落ちた、ラブジョーっぽい電柱か、非常にまずい、山ちゃんの方のカメラが新しいカメラ、映りが綺麗、そうなんですよ、山ちゃんの方のカメラがこれね、ちょっと20万円以上するすごいやつなんですよ、はい緊急警報でやばい、これあってコメント来てるよ、やばいんじゃないの山ちゃん、これやばいよ、うんやばそう、山ちゃんビーチマジで、これエンディング難しいの、戦国乙女2で27連しても天下統一できなかった、あそうなんだ、電柱横の入所が6個返しのほうです、家族装置を過去にする速さがハマるのもしようと、検討開始、はい、あんちゃんもリーチ来ましたね、はいわーわーわー、1人死んだよ、アタッカーはルパンより若干優秀ですかってことなんですけどどうですか。あ優秀じゃないですよね、ラスト3枚か400とかハマるっぽい、色保留で落ちるとかマジやめてほしいわ、合体攻撃、山ちゃん静かにして、落ちるときは警戒が一番多いです、マジで、はい、赤穂、合体攻撃でも外す、赤穂手の変わるんか、服部から何もないやつの目か、こんなところで山ちゃんこんなマジかよ当たり前、はい、あんちゃんは当たり、そして山ちゃんは終了ということで、いやこんなところではい4878玉ゲットですね、あんちゃんナイスざまー、あんちゃん頑張れ、あんちゃんナイス、あんちゃん勝ちおめ、あんちゃんもろた、あんちゃん安定、山ちゃんチャンスアップねえなと、加速装置より球がガンガン早く入るだけ、ただ一本釘、ひどいとこあダメだ、こぼれる、あんちゃんねだいぶ引きの差が出たな、ただ釘がいじってなければ止め打ちすればまたこぼれない、なるほどね、山ちゃん達成、やっぱりマックスすごいなざまー、最近じゃあ無駄遣いだねと、コメントの差が面白いと、ああそうね山ちゃんに対するコメントはね本当に達成しか来ないからねあんちゃんいいぞと、どんどん出して頑張ります、はい、よしまた引き戻した、そうそうね、確率甘いからね、そうそう、299だからマックスじゃないから、ギャラクシーゾーン入っておければ、うん、ネオギャラクシーに行けばいい。まだ勝ってるからね。いやいや全然勝ってますよ。はい。だってあんちゃん16ラウンドじゃないんだもん。ああ、そっかそっか。山ちゃん16ラウンド2回、3回、3回、2回じゃない？2回か。2回。あ、2回と、あれ2回と初当たり。初当たりか。うん。愛されてるのよ山ちゃんと、山ちゃんと結婚してるんだっけと。してますしてます。はい、今日は出玉勝負ですかと。はい、毎回出玉勝負ですね。山ちゃん緑の力見せてくれと。了解です。はい、これね、緑はやっぱ引き戻しをね、そうそう、そこだからね、やっぱりそうですよ。うん、山ちゃんが連チャンするのは子作りだけだからな。ちょっとうまいこと言うね、本当にね、ちょっとうますぎですよ今の。でも山ちゃん簡単に通常引きすぎだぜとね。 80% あるのにね。いやね、だってもう要はだって初当たり2回引いてるようなもんですよ。まあ確かにね。それで5回って、うん、あでもこうなるからね、パチンコはね。その分出るときは20連とかね、ほんとそうなんですよね、しますから。なんだかな、はい、やっぱこう画面をですね、右と左で見比べるとやっぱりね、画質が違うのがすげえわかる。あ、カメラの。そう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 、やっぱりなんか高いカメラってすごいなみたいな。このドゥンドゥンっていうのが。ああ、先読みみたいな。まあそうなんでしょうね。うん、あ、青ホイールに変化しましたね。これでもダメですね。うん、時短で引き戻せば問題なし。山ちゃんが連チャンする。あ、これだ。でも山ちゃんが簡単に。あ、言うんだ。不思議と 20% 引いちゃうんだよね。特に異常ありませんは大丈夫だよ。地元は緑導入日に35、3、15、5、翌日は7、23だったかな、回数かな、これ大当たりのね。あんちゃんの方はぼやっと空いてる。連チャンが見たいんだよ山ちゃん。あんちゃんの方がおお、ゆいカメラに変えようか。あ、配線抜くってこと。最近はガチ良くなってるから私のに変えよう。左はもやかかってる感じ。そうだよね、なんかもやかかってる感じするよね。よし、俺の設定なのかな。まだまだこれくらい。これでもまあまあ綺麗なんだけどな。しかしそのミドル全部300未満で当ててた。最終定まとか出すとまた面白そうねと。最初の頃はね、係数キー使ってね、玉の数数えたりしてたんですけどね、はい、最近はなんかやってないですね。はい、ノリノリの今日は流しますか、流しますか今日ね。ノリノリのあんちゃんマットで行ってミルク、ありがとうございます。山ちゃん疑似に、疑似2回かなと、さっきのかな。はい、そうですね、やばい、はい、あってコメント来てるよ。やばいんじゃないの。あれいつまでテンパってんの。テンパっちゃったんですよ。やばいよこれ。でもね 82% だからね、マックスはあんちゃん。でもあれ赤文字じゃなく合体攻撃でもない。うん、それね危ないよ。あ、やばい。出玉5ラウンドはミドルの方が少し多くて、16ラウンドはマックスの方が200発ぐらい多い。なるほど、ありがとうございます。ミドル初日回避するから。ミドル初日2500余り、大当たりゼロ、ありがとうございます。マジか。マジですか。500？ そんなハマるのこれ。時短終わっちゃった。山ちゃん時短終了。やばい。あんちゃんもこれやばい。あれ、あんちゃんそれやばいよ。あんちゃんのピンチ、これ最後のボタン連打だけだよ。あんちゃん頑張れ。負けたか？時間も早いな。さあどうだ。やばい、上がっていかな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 い。やばい。ということであんちゃんもここで終わりかな。これ復活とかあるんですか。いやない。はい、ということであんちゃんは1590。はい、いやちょっとここは頑張ってほしかったな、マックスだし。そうですよね、18番引いていくスタイル、あんちゃんけーん。82%本当あるのかよ。山ちゃんの呪いか。あんちゃん警報はほぼ無理やねと。マックスでこれはきつい。あんちゃんの方が出玉少ないわら。卑弥呼さんが、出張ってくることはある意味ちなみに確定ではない。一応連打ミス後も復活はあるなと。ボタン連打失敗の後も復活ある。変な汗が出るパターンだよねと。このパターンね、わかるよ。ダメ。ショックだわーと。ショックです。これのミドルは店ボロ儲けだなーってことなんですけど、どうですか。まあ、1台しかないですからね、なんとも言えないですけれども、まあ、出るときは出るんですからね、パチンコは。歌ぎじみたいなと、あ、歌ぎじがあるんだね。今ね、歌ぎじに行ったんですけど、はい、1回目で終わっちゃったんですよ。はい、山ちゃんいると連チャンしないよなー、ショックだわ。いやいや、おかしいでしょ。さあ2人はリーチかな、はい。トイレに行くと誰かが当たることで定評のある俺がトイレに行きますよ、あん山ちゃん分かってるねと、当てといてねと。大丈夫、ちょっとしばらくトイレに行っていただいて。ちなみに次回予告は弱い、単なる SP3 時、近くのホールは6台ミドルだったが初日から出まくってたぞーと。出るところは出るよこれ。まあやっぱそうですよね。 80% あるんだからね、言ってもね。そう、一発入ってしまえばってところですよね。山ちゃんいると連チャン終わるんだっけと。そんなことないですよ。北斗神大とアミバとジャギの復活の時は誰が名前呼ぶのかなと。あ、どうなんだろう、ちょっと分かんないね。それ分かんないですね。うん、平和の台にしては作りが甘いと思うと。連チャンストッパー山ちゃんわら。しかも、次回予告の発展先が VS マリアじゃないと終了。CR ゼットマンも対決やってほしいなと。ゼットマンですか。それ多分平塚がやるんじゃないですかね。来週の月曜日多分ゼットマン平塚店でやりますのでね、ぜひ見てください。親分がやると思いますよ。そうそう、つまり次回予告が南国育ちの次回予告と同じと。あ、まあね、メーカーも一緒だしね。まあね、うん。そう、どうですかこう2人打ってみた感想は。うんって感じだね。うんって感じ。あんちゃんは。いやー、落ちるの早かったです。ああ、マックスなのに天楽君早かったと。あんちゃんそろそろアイス持ってこないと。アイス、そう、さ、まだ1個しか食べてないじゃん。そう、まだ1個しか食べてないから、もう全部持ってきちゃっていいからね。何か食べたいやつありますか皆さん。もう全部持ってきてください。全部あんちゃん食べていいよ。全部あんちゃん食べていいんでね。金保留間違え。しかしなんでマックス10台で1パチにミドル1台なんですかと。いや、やっぱいや、基本は多分まあ4円の方はまあマックスが好きかなと。ああ、なるほどね。まあどうせ同じ機種入れるんだったらマックスで入れておこうかなっていうところでマックスを10台入れたと、そういうことですね。はい。まあ戸塚店はね、マックス好きなお客さん多いですからね。そうですね、やっぱりガロとかアルパンとか支持されてる台がね多いですもんね。はい。あんちゃんアイス早く食え。やった乙女、金保留待ちじゃないからガンガン外しようと。ゼットマン10回転、12ラウンド各園入りからの演出。これですよ、歌ぎじ。あ、これが歌ぎじ。はい。戦国乙女に近い作りですかと。どうですか、戦国乙女に近いような感じですかと。近いですね。これで継続すればってことですね。なるほど。しない。はい、アイス食いたくなってきた。金保留めったにないから赤の京絡み待ちかユニオンの不思議当たり待ちかなと。しかし銀河はノーマルや青保留あたり報告も多い。何でも当たるんだよね。その分、そうなんですね。なんていうのかな、激アツがそこまで激アツじゃなくなってるっていう感じね。ああ、なるほどね。ルパンはまだ人気ありますかと。ちょっときつくなってきましたね。稼働はね、人気は下がってきてると。はい。まあ面白いっちゃ面白いですよね。まあよく頑張ってる。はい。保留なんて大して当てにならない。全部食べたら腹壊すぞと。ね。さあ、あんちゃんのリーチは？あんちゃんがね、なんか無口になったんだね。全く喋んなくなったんですよ。いやー、無理なんでしょうね。いや、何がリベンジモードに入ったら潜伏がないから。ああ、そうだね。これマックスでも時短50なんだ。50ですね。ああ、なるほどね。あ、そうなの。戸塚ってどこですかと。戸塚は横浜です。はい、神奈川県横浜市戸塚区っていうところにあります貴重な戸塚店です。はい、いってらっしゃい。圧力アイス食べないんですかってことなんですけど、何食べます？あるやつをいただきます。あるやつをいただきます。山ちゃん議事連、ガロと AKB ってどっちが稼働いいですかと。どうですかね。でも今最近ガロの方がいいですね。はい。エウレカと化け物語どっちの方がクソ大ですかいやーこれは個人のあれかなえそれはパチンコですかそうですねああ両方微妙な感じだけどなエウレカはあーかな西陣かななお戦艦チャレンジがどっからでも来るのがめちゃくちゃ熱いなるほどねアメリカってどこですかアメリカはアメリカだろう、戦艦チャレンジでバランス取ってるレベルわらいいな、ギアスと、バケはどっちがカス大ですかといやギアスはいいよギアスはいいんじゃないですかギアスはいいよ俺好きだもん、戦艦チャレンジだけで、信頼度3分の1だへえー、そんな高いんですか、うんいやこの辺のねこの今の山ちゃんのステージとかもう本当に戦国乙女のね感じですよね萌え萌えステージみたいな感じでストロベリーミルクはいキャラメルクラシックはいスイートポテトはいちょっと画面に見せてください先ほど食べたのがスイートポテトもうちょっとあんちゃんないもう一回スイートポテト食べるのいや自分いいですよでクランチはストロベリーミルクとあとキャラメルクラシックあるんですけどどれをいただきますかああ山ちゃん好きなのいいですよいや僕どれでもいいですよあいや僕キャラメルなんとかはいハトロックさんはじゃあ僕はいちごいただきますありがとうございますあんちゃんねもう一回そのお芋ちゃん食べるいやあ自分マンゴーいただきますマンゴーマンゴーなんかあるんだそんなのあるって言ってなかったけどちょっとね見せてくださいマンゴーねちょっとねこれぼやけちゃうかもしれないですけどこれちょっとじゃあいただきますまた冷凍庫しまってきますはいはい我々はちょっとねアイス食べながらねやりますんでガロの釘って店からしたらあまり叩けない感じなんですかこの辺はねちょっとお答えできないんですいませんエルカの甘好きキャラメルクラシックがいいリングと順次はどっちがホラー大ですか両方ホラーだけどリングだね2個目あんちゃんは2個目エルカのマックスは5問レベルキャラメルマジうまいからおすすめ戦国武装強楽置いてないですかと強楽の戦国無双置いてありますかわあ置いてないすいませんエルカ確変中のストーリーが順番めちゃくちゃじゃなければ個人的には強楽の戦国無双ってずいぶん昔のゲームだけですねはいでもあれは面白かったですけどねそうだねお腹ポンポコリンあでおなじみのあんちゃんこんちはとついでにもちと山ちゃん山ちこんにちはとはいどうもやっぱりミニキャラリーチは可愛いなと圧力いちご似合わない一口ちょうだい自分が食べたいから言わないスタイル今日初打ちしたけどマックス単発で泣きそうになったとなるよねマックスで単発とかねいやほんとそうですよミドルは演出多くて楽しいなと平和の台はスルー締められて終わるんだよねマックス単発なんて腐るほどあるだろう今言ったらアイスくれますかってことなんですけどねもう全部あんちゃん食べちゃうからなくなっちゃうよ全部食べちゃうからね煽り体制ないと銀河は打てないからなとアマデジの筋肉マン出たら入れますよねとアマデジの筋肉マンは入れる予定ですねハーゲンダッツで一番好きなのはアップルパイそんなのあんのカップのやつじゃないですかね食べたことない基本バニラとかしか私食べないですからねあそうなんですかあんまり変わった味は買わないですねへえはいなんかシンプルなやつがいいですVST でへそあたりする方がないわ泣くわか南国育ちは高尾メインな俺は煽りには慣れてるから問題なしなるほどさあ私じゃあちょっとね、アイスをいただきたいと思いますいちご何味だストロベリーミルクねあんちゃん大好きなこれキャラメルクラシック、はい、めっちゃうまいですねめっちゃうまいキャラメルクラシックめっちゃうまいですよ私はこのストロベリーミルクをいただきたいと思いますうん、うん、あおいしいおいしいですねうんあこれねチョコレートが美味しいいちごのストロベリーチョコがあるんですねそうストロベリーチョコがめちゃめちゃうまいいいないいなキャラメルミニカップでもあるよキャラメルほろ苦くて美味しいのかなるほどんなんだ今銀河乙女打つために毎日仕事頑張ってる私ですお疲れ様です頑張っていってねはやつろくつってるするしめられてバンヘル2へそ落ちしたのマジつらい真ん中のイケメン誰ですか圧力ですわーい最近いろんな悩みがあってへこんでるともう相談乗るよどんどん書き込んで俺が相談乗ってあげるから甘そう、甘党ですか？僕は甘党です、俺のミルキーもかけて食べたらいらないよこれは三気両卵ってので30万くらい散在しているライトのやつでと。あ、マジですか？3機ね、うち甘が入ってますね。おお、何台？ 1 台。はい、打ってきてください。ミドルで7連続通常の俺3乗マイナス 117K。 いやー厳しいね、厳しい。パチ銭形はスペックきついイメージだけどどうですかと。銭形ですか？はい、まあスペックは確かにきついですけどね、でもまあ一発入った時の期待感はまあ、確かにそれなりにあるなっていうところですよね。うまそうだ、くれ。はい、どうぞ。もちろんかガリガリ君ナポリタンでも食ってろ。いやいやいや、あれはダメでしょ、あれはね、あれはダメです、あれはダメですよ。セブンイレブンのマンゴーのアイスうまいよ。おお、今度買ってみよう。へこんでる人大丈夫かい？元気出せよ。アイスいいな。へこんでる人こんな放送見てるとダメだぞ、寝るもん。いや、いいんじゃない？こうね、普段のね、あれをいいよいいよ、そう変えるっていう面ではね、いいと思うよ。現実逃避は大事だよ。なんか急に演出が少なくなってきちゃったんだな。夜中にアイス食べてるよ。ポン。ダメな人々を見て元気づけられることもあるかもよと。うちらダメな人じゃないよ。本当にもう、CR エヴァ9の情報はないですかと。エヴァはね、多分12月に出るっていうことみたいですけどね。はい、でもまだわかんない。うん、まあマックスっていう噂ですけど、はい、まあまだ何も明かされてはないですね。はい、今年の両題は銀河リオ2モーパイ、銀パラカーニバル三気両卵で決まりだなと。だいぶ個性的なとこ行くな。そのうち1個誰かになりました。あ、あんちゃんチャンス。はい、どのキャラが好きですかと。俺なんかね、さっき言った何番だろう、何番か分かんない、出たら教える。12月打つなら猪木打つわ。アトロクさんの後ろの台はガロですか？ガロファイナルですね。はい、そうですね。アトロク雪見大福みたいだな。そうですか？モーパイは両台だと思う。先週のガロオカルトやったら8連できたよと。おめでとうございます。すごいじゃん。第一の大将軍が本当に神すぎる。トツカ入ってる？入ってないです。はい、すいません。先週、いや、これ言うんだ。エヴァ9ってエヴァ9の話ですかと。らしいね。あ、そうですそうです。素材はそうですね。ダメな人々笑った。おい、圧力うまい棒のラスク微妙だったぞ。素直に明太子買った方が良かったと。あ、ね、明太が俺も一押しですからね。明太美味しいよね。あ、圧力さん好きなキャラが分かりましたよ。どれ。このね、シャルロット。シャルロットって何番図柄ですか？5番？5番違くない？いや、だって小学生みたいな。4番ありえるね。あとかわいいね。猪木そう4番 VST らしいよと。メーカー曰くもうできてるらしいと。あ、猪木なんだこれ。当たらない赤保留。パイオツでかい人がいい。確かにモーパイは神だわ。白の神々の戦慄凱旋とか検定通過したがまだ分かってませんかと。分かってない。ちょっとその辺はまだですね。夜中にアイス食べてるダメな人たち、我々ね。はい、今来ました。こんばんは。こんばんは。どうも。エヴァ級をベースに作るのもうダメだろう。銀河乙女の声優結構豪華だよねと。パッチを楽しませてなんぼだから、モーパイと3期楽しすぎる。なるほどね。さあ早く当ててくださいよ。もうあと50分。そろそろ3回目の初当たりでいきましょうか。俺はハルフィ違う、ヒルダが好き。金髪細め姉ちゃん。5番ですか？ちょっと小冊子持ってきますね。あー、このアイスうまいなマジで。うん、やっぱハーゲンダッツは美味しい。このなんとハーゲンダッツがですね、戸塚店では景品で置いてあるわけですよ。ぜひね、取ってください皆さん。トリニティ打ちながらね。そうそう。アイス食べたら当たるかもしれないよ。なんだこれ、なんでもないの。あったね、名前が分かんないからな。トリニティとか出てなくね。今起きて慌てて見始めた。どうもこんばんは。いつもありがとうございます。こんばんは。目がすっと細いキャラ好き。皆さん負けても楽しい台ってありますか？負けても楽しい台はね。カーです。自分はあれですね。番長だな。あ、番長。釣りバカ日誌なまでです。あ、釣りバカ日誌か。あ、銀河の小冊子もらってくるの忘れた。圧力郵送で送ってって。なんで俺が送んなきゃいけないんだよ。近くの方に行って。これね、戦国乙女の小冊子にはシールがね、これこの戦国乙女にね、銀河乙女のこれシールついてる。シールついてるんで、早めにホール行ってもらってね。これシールついてるんで、ぜひね。やばいね。うちも全部出しちゃってるからな。あ、本当？なくならないうちに皆さん取りに来てくださいね。ある限りですから、皆さん早めに。はい、取りに来てください。そういえば昨日の黒い人ってあずけんだったのと。あずけんですよ。皆さんは負けても楽しい。あ、これ読んだ。龍が如くは試し打ちしましたかと。龍が如く打ちましたね。あ、どうでした？まあうちは行かないですけど。まあそういうことですかね。なるほど。スペックはマックス？スペックはマックスです。はい。ただね、なんかどうなのかな、なんかゲームに、あれゲームの中のミニゲームみたいなのをなんかメインにしてるみたいな。なるほどね。はい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 。微妙だったんですね。皆さんご心配ありがとうございます。いえいえ。ショックあたりハーゲンダッツ50発で交換できるならとっつかいきたいなと。50発は無理じゃないかな。ハーゲンダッツですか？あ、50発じゃないですね。80ぐらい70ぐらいわかんないけど。グミは誰にもあげない。70ですね今。今の戦艦順番に出てくるのは4組揃えば戦艦チャンスなんだよと。なるほどなるほど。戦艦チャンスね。あ、そっか、それに行きゃ熱いんですもんね。ヒルダで浮かんだんだけど、北斗の拳のヒルカも可愛いよ。知らない。知ってる？ヒルカってキャラ分かんないです。バーゲン4円1玉で交換ないよ。パチ屋の店員で得したことって何かありますかと。得したこと、まあ毎日が楽しいですよ。あ、毎日楽しいと。はい。あんちゃんはやはりあれですね、信頼が早く一番見れるっていう。ああ、それはあるよね。ゼブラーマンの VST って何かの抱き合わせなんですかと。ゼブラーマン、ああ新しく出ますね。いや、そんなことはないと思いますけど、そろそろ当たり見せてよね。え、そろそろ見たいですね。よいしょ、ちょっと待って。よいしょ。負けても楽しかったら南国麻雀が最強と。これはハーデスですなと。南国バージョン南国麻雀が楽しいって。やばい、南国麻雀。そのシールを台に貼っちゃダメだぞ、絶対だぞ。今日小冊子5冊もらってきたと。おー、いいね。次の当たりまだかな。赤保留。はい、赤保留。あんちゃんまた金色のでもさっき空気ですから、赤保留は最近かっこよく感じて。あとは食べないと僕から落ちちゃうよ。はい。全然当たらんな。TM レボリューションも気になるな。そうですね。ユニオンチャンス。あ、チャンス。あれあ、ダメ。放送で万発出たら明日も乙女打ってくる。ポスターもらえるよね。 CD とかもう店員はと。どうなんですか、ポスターもらえたりするんですか。あ、ポスターとかはまあそうですね。結構アルバイトの子たちにあげちゃってますね。もう旬が過ぎたりしたらね。はい。今週末、関東へ遊びに行くのですが、まだ暑いですかと。あ、もう全然暑くないです。もうだいぶ涼しいですよ。ただ来週また台風17号が、あ、そうだ。月曜日ぐらいから台風が来る可能性あるんでね、気をつけてください。赤保留の通過が早すぎる。なるほど。まあね、そんなやっぱりね、赤ぐらいじゃ全然ダメだと。赤はね 18% だから。こんな店長がいるホールなら楽しく打てそうだよなと。遊び来てくださいよ。もうあ、ぜひお越しください。一回ね、なっちゃん連れてね。北斗の拳6の新情報を頼む。新情報今どこまで出てるんですかね。いや、山ちゃんが打った感想とかでいいんじゃないですか。でもまあそれなりに面白いと思いますよ。面白いというかやっぱり北斗が本当に好きな人は、まあ新しい演出だったりとか、一応ね演出量が覇者の3倍だって言われてるんで、まあそれはそれでいいんじゃないでしょうかね。まあただ残念なことはですね、ラオウの声が変わっちゃったかなっていう。確かにね、ラオウの声が変わっちゃったんですよね。ラオウの声が変わってしまったと。ラオウの方確か亡くなられちゃったんですよね。そうですね。で声変わっちゃったんですよ。まあしょうがないですけどね。それはばっかりはね。でもまあバトル中とかも、演出はまあ結構増えてますんでね。まあまあやっぱまあ打ち込めば打ち込むほどいろいろ出てくるのがやっぱ北斗ですから。まあそうですね。まあまあ実際打ってみてね、面白いかどうかはね皆さんにね判断していただきたいかなといったところですよね。ダメ。これダメだね。これなかなか続かないですね。ラオウの声優さんって誰ですかと。ラオウの声優さん今新しいのですか？新しいの誰なのかな。分からないですね。ちょっとそれは分からない。すいません。宇梶って映画版の確かラオウの声やってたじゃないですか。あれ宇梶かな。いやーちょっと違うような気もするんですけどね。ちょっと違う気がする。なっちゃん連れて店入っていいのか。ダメだよ、子供はね連れて入っちゃダメだからね。明日27度、そんな暑いの？どっちも通常ですか？そうです。北斗は10座出るから楽しみだわ。ストレイの放送してもいいのよ。剣王のゼロアタッカーは覇者とどっちが気持ちいいですか？どうかな。覇者の方がやっぱね気持ちいい感じはあると思いますけどね。キコーナーお熱いんでしょ。キコーナーいつでも熱いですよ。マジで俺も関東済みなら毎週行きたいと。いやー、ほんと来てほしいよ、もうみんなにね。本当にね、楽しめると思いますんで、キコーナーで打つと。店員さんもね、本当にいい人ばっかりで、僕が言うのもなんですが、本当にね、お世話になってますからね、僕はね。講師ともに。ありがとうございます。本当に、なんていうんですかね、壁がないというか、なんて表現したらいいのかな。なんて表現したらいいのか、ちょっと表現。まあ、壁はないですね。壁がない。それが一番なんか、しっくりくる言い方かなっていう。なんと言いますかね、親しみやすい。そう、親しみやすい店員さんが本当に多いので。ぜひね、一回遊びに来てね、こんな店で打ちたいなと思っていただけたらね、我々は光栄ですね。光栄なのでね、ぜひね、1回でもいいから遊びに来てくださいね。週末は気温25度くらいの予報ですよと。ほんと暑いですね。そういや、刑事はどうなってんのと。刑事も12月かな。刑事はね、年明けんじゃないですか、もしかしたら。でも年末かな。もしかしたら年末から年明けるかどうかっていう微妙なラインですね。まあ刑事は新枠っていう話ですからね。本当ですか。楽しみですね、ニューギンさん。ニューギンさん楽しみですよ、僕は。ありがとうございます。ストレイン新しいの導入少なすぎて打てねえよと。そうだね。某 A○B みたいに赤保留で引っ張って外れるよりはあっさりの方が好きと。なるほどね。A○D。A○D。A○B ですよ。A○B、AKB。ありがとうございます。浜崎あみと倖田來未はどんな感じですかと。浜崎と幸田ですか。浜崎と幸田あんまよく見てないですよ。あんちゃんがよく見てきてましたけどね。見てきましたけど、幸田はですね、役物が大きくなっただけです。なるほど。浜崎はスマホがついたって感じです。なるほど。実にシンプル。でも両方とも浜崎の歌とか倖田來未の歌が好きな人はもう本当に打って課金してライブモードになるとライブ映像を使ってるんですよね。それがもうすげえ楽しめるんじゃないか。あと浜崎の方かな、倖田來未の方かな、どっちかが要は毎週毎週リミックスが新しく追加されていくんで。なるほどね。そんな機能あったんですか。本当に好きな人は楽しめると思います。ただまあね、二方はやっぱりいろいろと問題があるみたいですからね。まあまあいろいろね、まあ、あ、森口2代目当たったよ、関東派だけど浮気するよと。何あいかってね、ラオウの新しい人は蒼天の総部の人の声ですかと。あ、それに似てるかもしれない、はい、声優さん亡くなるのってショック、結構ショックだよねと、うん、ストレインマックス128店舗、アワに至っては102店舗、信頼なのにねと、この台は指導時の、銀河乙女町ですかと。そんなこともないんじゃないかな。これ銀河乙女がこれが落ちてくるかってことですか。いや、喋るんじゃないですか。喋るの、うん、シュワちゃん、想定の装備じゃないの、シティハンターの海坊主とかの人。あーあー、あ、そうなんですか。哲明さんやね、源田哲明さん、圧力ライターであと1回勝ったらディズニーランドついでに行くねと。あ、じゃあ俺も一緒に連れてってください、ディズニーランドにね。あ、僕もお願いします。もう一緒に行こう、みんなでディズニーランドにね。うちの家族全員お願いします。お願いします。今何回転ですかと。163ですね、今224。はい、ニートの僕も遊びに行っていいですか。全然遊びに来てください。あ、全然どうぞ。僕10年ぐらいニートやってたんで大丈夫ですよ。おい圧力よいしょしてるけどいくらもらってんだ。もらってないよ。そんな森六に質問です。川東先輩と上永ちゃんよりね、キコーナの店員さんですか。いやいやいや、川東って加藤ですか。あ、加藤先輩ね。ああ、私の過去やってた、過去担当させてたホールの店員さんとキコーナの店員さんはこう天秤にかけたらどうですかってことなんで、みんないい人、本当にみんないい人ですよ、本当に。右曲がりの DD ですか。え DD ってことですね。 DD って何ですか。いや、AKB の誰でも大好き。ああ、誰でも大好き、もう誰でも大好きです本当に。右曲がりの僕が遊びに行ってもいいですか。どうぞどうぞ。接客業に大切ですよね、親しみやすさはと。本当そう、本当そうだよ。うん、あんちゃんは優しく対応しているけど山ちゃんは出てこないぞと。山ちゃん、山ちゃん、それプレミアです。プレミアキャラなんで、朝一番に、そう、朝とか午前中来ていただけるとですね、来ていただいて、山ちゃんはいるのって聞いていただければ、運が良ければ会えます。なるほど、はい、あんまりね遅い時間はいない感じですかね。じゃあまあそうですね、大体朝いるんですけどね。はい、その時間狙ってきてください。刑事まだ出すのか。パチアはパチ打たなくてもフリースポットとかあって今はいいねと。そうですね、休憩スペースも広く撮ってますんでね、ぜひ皆さん、ゆっくりしに来てください。マッサージチェアもありますし、はい、マッサージチェアもね、ありますよ。ございます。はい、負けたのに頭の中でサラリーマン番長の鏡ビッグの曲がリピートされてます。みーもみーもみーもですね。全然楽しみじゃないです。入銀刑事がオワコン。主やりを押し込めみたいな役物出すんじゃないだろうな、入銀。ああ、でもそれが出れば逆に。そこまでいったらすごいですけどね。すごいですけど、まあでもそうなったら刑事専用枠ですよね。だね。入銀はただの一種の方が楽しみだ。俺もそれ楽しみ。一体何してるの？スロットのブラックラグーンとシンデレラブレードいつ導入ですかと。シンデレラブレードは10月、もうはいはい10月頭には出ますね。ブラックラグーンはね、ちょっとまだ今のところまだ延期で分かんないんですよね。すいません。まあ出ることは出ると思います。出ることは多分出ると思いますね。あそこまた入銀に追加でもらったかもらってないよ。もらってます。違うみたい。刑事は ST でもいいから情報突破したい。打ちたい台はあくまでフリースポットで。ダウンロードや漫画読んだりとか、ね、ぜひぜひそれやりながらね遊びに来てください。浜崎は本人がでかくなっただけですかと。本人がでかくっていうより、まあ前回あまり映像本人の映像使われてなかったんですけど、今回は使われてると。はい、使われてますんで。幸田は2まで打ち込んだわと。俺も1すげえ打ち込んだ、幸田君。自分も1だよね、やっぱりね、打ち込んだのね、桜柄町のね。そういや特命係長ただの人志はどうなった。判件がひどいんだけど台もひどいと。いやいやいや、どうなんですかね。あれ正直よくめちゃくちゃ気に入ったんですよ。でもなんかね、なんかこういろいろあれもですね、問題があるようで、まあいろいろ問題はありますね、諸事情があるようなんでね、はい、まあちょっとあんま言えないですけども、その辺はそうですね、出てからのそう出てからのね、楽しみと、はい、入れる予定はあるんですか？あ、ギャラクシーゾーン、はい、入れる予定はあるんですか？入れる予定はですね、今のところですね、はい、大いにございます。お、大いにございます。でもあれですよね、ただの人し、海老原よりは出てないんですよね。出てない、出てないですよね。でもなんかね、こうちょっとね、いろんなリーチがですね、あれシャン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 って言いますもんね。いろんな台のいいところがね、まあそうですね、こうなんか寄せ集めたようなね感じに。キセルとかだったらまだいいんですけどね、まあいろいろまあ出てからね、もしかしたらこうやって放送もできるかどうかちょっと微妙なね、ところもあるんですよ、実は。あ、そうなんですか。実はいろいろこうあるんですよね。まあその辺はね、その発売されてからね、いろいろね、まあまあそうですね、話したいと思いますけどね。ね、放送できたらね、できたらやりたいんですけどね。今ググったら総部の人で合ってるよと声。あ、なるほど、ありがとうございます。倖田來未と浜崎って今の時代に誰に需要あんだよと。確かにね。TM レボリューションが気になると、いつかケンシロウが神谷さんじゃなくて山ちゃんに変わるかもねーと似てたちょっとパッチのケンシロウはすでに神谷さんじゃないけどなーと。あ、そうなの。ケンシロウとキン肉マン神谷さんじゃないなら、やらないでほしいなーと。グミの議事は分かりやすい、信頼度あるぜーと。他の議事より信頼度分かりやすい。グミってその猫みたいなキャラクターいるじゃないですか、はい、あれがグミっていうんですよ、名前が。グミの議事連があるんですか。グミの議事は分かりやすい、信頼度あるぜと。他の議事連より信頼度が分かりやすいと。あんちゃんナイスフォロー。キコーナの接客は最高に好き、ありがとうございます。このホゼロにならなくてお客さんを楽しませてくれるお店はなんてお店ですか。ここはキコーナとつかてんです。はい、ぜひご来店いただければと思います。特攻フリースポットで Wi-Fi つなげますか。今ね、 Wi-Fi はつなげない状況ですね。すいません。グミの基地は風船が赤のネクストだと信頼度が全く変わると。まだ赤は見たことないです。今のパッチのケンシロウって声誰と。分かんない。山ちゃんは裏で何言ってんだろ、わらわら。あんちゃん山ちゃんフォローでいくらもらえるの。山ちゃんは裏でカメラ見ながらニヤニヤしてるんでしょ。ケイジはネタに走るならシアリよりキセルを叩けみたいな役物をぜひ。タバコの煙が横に流れてくるのなんとかならないですか。一応分煙ボードはあるんですけどね、はい、それでもガロの金色のとこだけ、金色だけですね、分煙ボードがあるとドアが開けなくなってしまう。ああ、なるほど、すいません、そこだけはいご了承ください。浜崎通は愛犬マロンが川に流されるリーチ残ってるないでしょ多分。ないですね。はい、マッサージチェアに座りたいのにおじさまたちが占拠してる相模と。あ、相模原ね。まあでもね、やっぱマッサージは居心地いいからずっと行っちゃうんだよね。まあね、ちょっとまあ順番待ちしてもらってなんとかゲットしていただければと思いますけどね。はい、マジか、特命係長楽しみになってきた。サウナのシーンはあるのかなと。あるんですか。ないサウナ、サウナのシーンとか、あとベッドのシーンとかあるんですか。ベッドはね、ちょっと微妙なところですね。微妙です。ただぎじるときはフンフンっていうのがエヴァナインはにまだ期待して平気ですかねと。どうなんですかね。エヴァってどうなんですか。まだ皆さん期待されてるんですかね。どうなんでしょうね。過去にただの人志って出ませんでしたっけ。出たね、アニメの。アニメで出ましたね。今回実写がめちゃくちゃ多いんですよ。はい、ただの人志にはフンフンリーチはありますかと。フンフンリーチ、フンフンリーチってあれなんですよ、ラブホのベッドでやってるとこですよね。そう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 。で今俺思ったんですけど、こんぐらいなんで、この前の月曜日の放送から考えると全然可愛いもんですよね。そうですね。はい、まあまあ放送金額バンバンいってましたよね。あんちゃんちょっと頭左目でね。それはあずけんさんの悪口ですか。放送コードに乗っちゃってもいいのかなっていう。いや、そんな月カットでしたっけ。そんなことないと思うよ。なんなら預けの悪口ですよね。そうですね。キコーナさんで月曜から日曜までもちろん全力自腹実践のイベントはいつですか？待って待って待って、全力自腹実践1週間やったらいくら負けんだろう。朝から晩まで帰っちゃダメっていう条件でやったらどうだろうね。まあ勝てるかもしれないけど、でもね、何を打つかですね。何を打つかによって、俺ハーデス好きなんで、じゃあハーデスを1週間待って、いや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 、これ多分50万円とかそういうレベルになってくるでしょ。1日打ってたらね、怖い怖い怖い、本当に。ギジ2です。ギジ2、はい。ただの当たり後はふんふんラッシュ。ケンシロウ8バージョンは川本国広さんで人みたいだよ。ああ、なるほど、ありがとうございます。あんちゃんよく赤堀をくんね。そうですね。だったらやっぱ空気ですね、赤堀は。確かに圧力の自腹実践が見たい。俺は見たくない。圧力のために読み仮名川本邦弘、ありがとうございます。あと30分ボタン押そう。キコーナマット専門店です。圧力自腹実践ね。山ちゃんは裏でカメラに敬礼してる人に敬礼してるんだよねと。カメラに敬礼してる人に敬礼してる。またエボリューションかな。はい。お、あんちゃんちょっとチャンスどう？チャンスですね。はい。あ、下から上がってきました。お、いいよ。これね、俺さっき外したやつだから残り時間少ないけど当たりなしが悪いのと。赤文字、いや当たってるんですよ。特命係長のビルごと揺れる演出入っててほしいな。これやっぱりクソだよな。疑似ふんふんとかいいな。やっぱり緑の煽り若干多いな。せめて緑は当てようか。キコーナーは勝てちゃうんでしょ。ちらあんちゃんが預けんです。熱すぎ。なぜか読まれないコメント。読まれない読まれない？マジ？なんだろう。この先スロットでなんかいい台は出ますかと。スロットは今のところ予定が少ないですね。まだカウボーイビバップしか11月が予定されてないですからね。ああ、そうですね。もうみんな結局後の方にずれてしまってるんでね。ああ、そうですね。まあ規制、ね、あ、ダメだ。まあね、台数作りたいっていうのは分かるんですけどね。あんちゃんはダメ。ダメでした。指導銀河乙女ないの？指導銀河乙女ないと寒いのと。まあそういうコメントもありましたね、さっきね。圧力はキコーナで打ってくださいって言ってるんだから、自分で打って勝ってるとこ見せろよ。いや、来てもいいんだったらいいんですけどね、普通にね。なんか俺が打ってたら、だってどうせお前桜だろみたいな話になるわけじゃない。出てたらさ、でこう出てなかったらざまみろみたいなねとこになるわけでしょ。本当にね。日暮だろスロット。あ、日暮も通りましたね。ああ、そうですね。はい。ささみさんが全然頑張らないって本当ですかと。ささみさんね、導入ホール少ないんじゃないかな。いや、少ないと思いますよ。 JPS のスロー入れますよねと。 JPS ってドリームジャンボあれですか。はい、あれはですね、入れない、相模原が入れますよ。あ、相模原が入れますんでね、ぜひ来週の火曜日放送しますんで見てください。はい。北斗って11月の何週ですか。1週 ?2 週目6日ぐらいだったよね。北斗？はい。北斗は3日です、3日。3日？はい、11月3日。もうすぐですね。ドリームジャンボがあるじゃないですか、バラバラ。あ、っていうか、そうだ、来月といえば、スロットあれがあったじゃないですか、ビンゴが。ああ、ビンゴ出ますね。はい。ブラクラウ2って発売中止って本当ですかと。いや、中止じゃないです、延期ですね。はい。あんちゃんはキコーナで打っちゃダメなの。あんちゃんはダメですね。はい。圧力は普段はできない。店員は NG になってます。はい、そうですね。ごめん、あっちゃん、あっちゃんか。あっちゃんは打っちゃダメでしょ、普通にね。だってお仕事でね来てるんですからね。パチの寝台噂みたいなものありますかと。パチの寝台、パチの寝台はまあなんだろうね、強楽から水戸黄門。ああ、そうですね。まあ、スロットの水戸黄門も平和から出ますね。そうですね。はい。黄門ちゃまね、黄門ちゃま。そう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 、その辺が出てくるかな。あとはなんだろうな、まあ、その辺はね、親分が詳しいんでね、来週の月曜日にたくさん聞かせてもらいましょう。やっぱね、裏情報いっぱい持ってますから、親分。一番ゲーム載せあっても乗ったところで消化しきれないでしょ。確かにね。パワープロ2014楽しみすぎて北斗6が霞む。来月はシンブレ2の一択だわ。ああ、シンデレラブレードか。ああ、でもそうですね、あれはやっぱり面白いと思いますよ。結局ね、今回お尻ペンペンしやすくなってるんで、はい、突入した時からまずはお尻ペンペンスタートですね。なるほどね。赤いメゾンっていつ出るんでしたっけと。メゾンは、一応ね多分11月の半ば頃ですかねには出るということですね。はい、スローのファフナーはパッチのファフナーみたいに稼げますかねと。いやそれはないんじゃないか。メゾン1個か神台っぽいなと。メゾンねーメゾンねーメゾンねー。おあー実はね、ST なんですよ、メゾンが。メゾンに ST 乗っけちゃダメでしょう。いやね、メゾンは核変機でいいよ。メゾンはね、もう普通の 65% とかの継続で欲しかったんですよね。そう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 、まったり遊びたいじゃない、メゾンとか。そうなんだよね。メゾンはパッチミドルが、ミドルで299の 50% 突入の ST っていう。ガロ299だけど 50% で角円に入るんだ。はい、あで ST が120回転。なるほど。この辺は多分好き嫌い分かれるかな。ね、そうなんですよ。メゾンはもうちょっとねっていうところだったんですけどね。コンテンツ的にやっぱりその辺が欲しかったところなんですけどね。そうですね。まあアマデジが出たらうちは入れようかなと。そうですね、いいですね、アマデジだったらいいよね。親分権力者権力者なのってことない。親分は業界歴長いですからね。サブ基盤っていうので映像処理してるから一度検定とし直さないといけない。ただ規制後の検定だから A プラス ART だと左第1ベル必要。ああそうね。ただ前のやつでいくんじゃないの多分。ブラックラグーン。ブラックラグーンね。多分通過したやつでいくんじゃないですかね。そうでしょうね。銀河乙女楽しいですよ、マックスだけど。北斗大好きで、それまで軍資金貯めているんで放送で楽しませてくださいと。分かりました、はい、了解いたしました。ありがとうございます。スロット天井なくなるって本当ですかと。どうなんですかね、それは別に問題ないんじゃないかな。ただペナルティはなくなるみたいですけどね。そうですね。メゾンはしかも平和ですということでね。そうですね、メゾン一国は平和、はい、ガロ一国、厳しそう。メゾン一国平和という合格メーカー、アニメ題で昔のエヴァや化け物語みたいなスペックの噂ないと。どうだろうな、ちょっとその辺は聞いてないですね。古い題のアニメ題ですか。あんま聞かないな。あんまり聞かないな。これ聞いても見たことないアニメだと覚えてらんないタイトルを。そうなんですよね。そう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 。当たらんから3人デソースだな。アマデジでも ST なら勘弁だなと。これはハーゲンダッツにデソースだな。あくまで自主レベルな天井とかに関しては。ヌーベイはスペックはマックスですかと。マックスだと思いますけどね。はい。あれ富士どこですか。富士ですね。多分ゼットマンの次あたりですね。その前にリングのライトが出ますけどね。199ですね。199リングのライトが出ると。銀河乙女こんなに当たらないんだな。この放送を見てたらメゾンもお察しですね。この放送本当にクソ台の見極めに役立ってますと。ありがとうございます。いやそうやってね、日頃のパチンコライフにね役立ててもらうのもねいいと思いますからね。やっぱり自分の好きな台、まあまあそうですね。いやお金がかかることですから本当にね、自分で好きな台打つとかね、好きなお店に行くとか、ね、選ぶ権利は皆さんにありますからね。そうですね。そうそう、この店で打ちたいなとかこの台打ちたいなっていうのをねぜひ見極めてね打ち行ってください。はい、お願いします。皆さんおすすめのメーカーはどこですかと。僕はですね山陽です。山陽、海のメーカーね。あんちゃんは山陽、海結構好きですよ。山ちゃん、あんちゃん海好きですからね。山ちゃんどこですか。僕三世ですね。三世、やっぱガロか。僕入銀ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。これあれですね、おいくら裏金発生してるんじゃないですか。ありがとうございます。てかあれですね、お仕事をいただいてるからあれね、祭りから呼ばれなくなっちゃうから。いやそうですね、そう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 ね、ちゃんと言っとかないとね。言っとかないと。高尾がいいと。高尾もねいいですけどね。カイジのわからなさが。カイジもうすぐ出るんじゃないですかね。あとピラミッドのアマが出ますね。あ、ピラミッドのアマいいですね。ビーバップのアマも出ますよ。あ、出ますね。はい、ビーバップのアマも出ますね。あ、サブ、あ、ちょっと待ってね。ちょっとあんちゃんがおかわりだから、ちょっと玉を取りに。あんちゃんおかわり自分で取ってよ。いや、なかなかやっぱ難しい。いやね、当たんないときは当たんないもんだし。そうですね。サブ基盤から絡みでいうと、今までのサブ基盤でやってたのがもし故障したら稼働停止になるんですかと。いやね、そこがちょっと今微妙なとこなんですよね。なるほどね。世界の高尾が1番、来週何打ちますかと。どうしましょうかね。うん、特に決まってないんで、なんかじゃあバットマンでもやります。あ、スロット？スロットのバットマン。あ、スロットのバットマン？まあ私は何でも大丈夫ですけどね。いや、スロットって全然やんないからね。やんないですね。確かに素材のあれにはなるよな。サンキューやでー。入銀、摂取に真面目だけ。じゃ。第一 JB。今送金されました高尾ってメーカーが神、賄賂発生、俺は竹やかな棒読み、高尾とか土地狂ってるコメントばっかりだな、わら、銀河は基本赤か緑スタートだからわら、入銀推しならもっとちゃんとした台作れって言っとけとね。まあ僕が言ったところで何も変わらないですよ。CR 吉原乙女は出ませんかね。出たら俺打つな。それは打ちますね。メーカー的には高尾だよ、面白い。ダブルライディーンだけで丼飯10杯はいける。CR 南国育ちの寝台のお話はないですかと。南国育ちスロットですか。まあスロットもパチンコも CR って書いてあるからパチンコかな。 CR は特に今のところはないですよね。タココは見てて楽しいけどホールで打つかはまた別で、賞金黄金ライダーないんですかと。ああ V3 の新しいやつ、あれは導入予定はない感じですか。わあ、そうですね。はい。昔の V3 はありますけど、前のやつは置いてあると。はい、バットマンみたい摂取ちゃう搾取だ、ごめんね、俺漢字読めないからね。バットマンとささみさんが見たい。ああ、ささみさんね。AKB やってささみさんはないんだよな。入銀から劣化の方の通ったよな。山ちゃんがこの間ハーデス打ってたの新鮮だった。ハーデス、ああ打ってた、月曜日ね。ああ打ってた、そうだ。昔は3強当たったからね。当たりましたね、初当たりね。高尾って狙って作ってるのかなと。まあそうだろうね。あれ、なんだこれ、なんか熱そう、なんか熱そうですよ。平和犬って麻雀物語2と、あとなんだっけと、あとまあ南国だね。南国ルパンもそうだし、ボタンを押せどデカボタンペシ、これが俺のプラス10ドドドドドドって。ああ、あるあるね、ATT の。圧力だけどで、入銀に電話すれば意見聞いてくれるよ。聞いてくれないよ、本当に。吉原乙女ええな。高級バージョンマックス、大衆バージョンミドル、格安バージョンアマとかどう。V3 って ST 以外の演出一緒だよねと。そうですね。はい、全く一緒です。はい、ささみさんってプリズムなのだろ、そうだよ。一つ前の勇気は大好きだった。ああいう台出さないかな。そろそろ寝るので落ちます。頑張ってくださいということで、ありがとうございます。おやすみなさい。また明日蒲田店の放送で待ってますんでね。お待ちしております。お待ちしております。雨すげえ降ってきた。マジか。マジで何県近くだったら嫌だよ。エレックからなんとかリゾートっていう久しぶりの、新しいオリジナル版権出るの本当ですかと。タイエレック、リゾート聞いたことないな。なんですかね、ちょっとそれ聞いてないですね。高尾の潜伏が絶対ない小当たりに感動したと。なるほど。あ、千葉大雨。マジでっすか。やだよ。フランス、そっか、明日圧力だったらそうなんですね。明日圧力ですよ。フランスに行っちゃってるからね。そう、担当 MC が言うね、フランス行っちゃうから。ラスベガスなんちゃらじゃないと。あ、ラスベガスなんちゃらは聞いた、確か。それマルホンじゃないですか。マルホンでしたっけ。俺今日あれ持ってきてないんだよな、紙。千葉だけど晴れてるよ。広角のレギオスのアマデジひどすぎなんですがどう思われますかと。レギオスのアマはまあまあ諸条件があってね。ああなるほどね。千葉の柏辺りじゃねえかと、それ俺の住んでる家の近くじゃねえかよ本当に。貴公子さんにお願いです。はい、年末に三重でもちろきと一緒に39時間実践やりませんか。三重にあったらいいけどさ。いやーね、三重はあれですよね、24時間伊勢神宮の前だね。そう、いやね、正直僕は行きたいんですよ、年末の年越しを。そうですね、無理ですね、やりたいんですけどね、お仕事があります。お仕事がある、お仕事あるもんね。ギャラクシーゾーン入ってよもう。松戸じゃ文句あかん、文句なんかないよ、もうめっちゃ近くじゃん俺。あずけんだけどハゲてるよ、宇宙だけど暗いよ、この白いキャラサンリオのキャラに激似、見えてトイレをかす名目で開けてるんだっけ。そう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 、そういうことです。モナコ、南アフリカだけど晴れてるよ、嘘つけ。北極だけど寒い、嘘つけよ本当に。多点偵察ってどこまで行くんですかと。全国行くんじゃないですか。全国、まあでもまあそうですね、行った時は行きますね。はい、あ、じゃあ頭左目でね。はい、いやもういろんなお店もやっぱそれぞれやっぱ考えてますんで。そうですね、面白いところはやっぱりああいいなと思いながら、そういうのを取り入れていこうかなってなりますからね。ちょっとひと手間加えての、今年のメインの実践機種はドリームジャンボで決まりだな。あーそっか、取り切れるのか、取り切れちゃいますね。頭取りのことじゃない。あ、頭取り、頭取りはどの辺まで行くんですか。頭取りはまあでも近くのお店ですね。はい、あんちゃん眠くなってきたのちょっと。千葉の船橋は豪雨状態です。あ、本当。あと10分ぐらいで当たり来ないかなと来て。いやー、本当来たかったんですけど。今何時ですか？もう50分です。やばい、あと10分。はい、白見せて。それで一回当てたいですね。来週の機種と食べ物はと。どうしましょうかね。パチンコとスロットどっちがいいですか？ああ、それ聞きましょうか。アンケート取りますか。そうですね。アンケートを取りますんで、皆さんコメントちょっと待ってください。前回聞いた時はやっぱりパチンコがいいっていう方が大勢いらっしゃったんですよね。でもたまにはスロットやってみるのも面白いかなって。ああ、まあそうですね。ダメだ。はい、ということで皆さんお答えいただけますでしょうか。来週はどっちがいいですかということで、パチンコ2、パチスロ3、雑談ということでね、この3つから選んでいただければいいかなと思います。なるほど。はい、特命係長出るまで軍資金貯めるよ、おやすみ、おやすみなさい。あ、それか本気でお持ち帰りやって、いやーこれね、最後やるよ。ジロー呼んで。あ、戸塚店のライバル店ってどこなんですかって。もう全部です、周り全部。スロ並んでる。第2よるなーと。順次、シンデレラブレイズやってほしい。できたらパッチがいいな、久しぶりにハーデスみたい。バットマンとハーデス勝負。ハーデスとジャグ。正解しますように、バットマン。多点偵察がてらに、うちに行ってひねり打ちしてできんくらって偵察いけなくなった店長にめっちゃ怒られた。雑談だろう、フードファイト。どっちなのに3択はら。6969、フードファイトでハーデスちょっと当たったからって点ずっとフードファイトでお願いします。いや、やりたいけどね。やっぱアズロクさんのおでんファイトですか。いや、おでんファイトです。おでんはちょっとね、もうちょっと寒くなってからね、寒くなってからね、黄色いおでんを食べてもらいます。全面ピンク放送がいい、おでんファイト。おでんファイト、いやダメだよ、おでんファイトは。じゃあね、ちょっとそろそろもういいかな、結果出して。十分寒いよ、マット部放送、それで放送できないぞ。もち巾着美味しいのに、美味しいけどね。はい、結果出します。早食い対決、ドン。パチンコ 67.4%、 パチスロ 17.3%、雑談が 15.2%。 雑談結構ある。パチンコやりましょう、パチンコやりましょう、パチンコやりましょう。じゃあ何がいいですか。何がいいかな。あんちゃん何がやりたいの。何でもいいですよ。まあ今日は勝ちだけどね。今日は山ちゃんの勝ちっぽいですね、このままいけば。はい、景品のカップ麺全部食べるまで帰れまてみたいなやつ鍋食べる配信。ああいいね。あ、鍋ね。あんちゃんが鍋作る会っていうね。ああいいね。トイレでボンレスハムプレイ、食レポやってほしい。あ、前1回やりましたね。相撲放送だろう。金色蒼天の剣甘、もう甘海でいいよ。金色、乙女と金色、覇者対金色、当たる対なるなんでもいいよ。おいよおでんだろ、わんこそば食べれば。稲川ないんだよね。やっぱでも金色が人気ですね。戸塚にある一番古い台。一番古い台、ウルトラマン太郎。あ、ギャラクシーゾーン。ああチャンス最後。あいいよ。ネオじゃない、ネオじゃない。じゃあこれ外れたらエンディングいきましょう。あ、外れたらもう外れてるみたいな。外れたらエンディングいきましょう。古いだがいいな。北斗とルパンのアマー。あ、それやったよね。でもね、それやりましたね。金色とバットマン。山ちゃん対和田アキ子。金色はもういいだろう。春日ないもんね。春日ないっすね。コードギアスやってと。あ、コードギアスありますよ。秋場所やろうぜ。相撲かってこと。コードギアスやろうか。じゃあ北斗いいね。ギアスと戦国 vs 銀河。春日にしようよ。スーパーマンとかないの。ダブルライディン海。食べても太らないんですけどどうしたらいいですか。体重54キロです。ちなみにピザとか L2 枚普通で食べれます。それで太らないんですか。羨ましいな。いや羨ましいですよ逆に。ガロライト。あ、ガロライトやるって言ってやってないね。ああそうですね。ガロライトやりましょうか。コードギアスか。あと来週はぐっすり寝れるわ。こんだけタカオ信者おるんだから1台くらいタカを混ぜて。タカオね、なんかあります。タカオなんだろうな。ピラミッテン。ピラミッテンか。BTX がそうじゃないですか。BTX。あ、BTX。ああ。ミドルの。俺打ったことない BTX。モーパイみたい。あんちゃんドラえもん対山ちゃん AKB コス。これで終わりなの。そうでもないの。はい終了。お疲れ様でした。はいエンディングいこう。はい、エンディング。あんなもんなんですね。コードギアス対ガロライトでどうですか。コードギアス対ガロライト。面白いですね。ああ、いいですね。ギアスが中国、日本中に赤保留来て、普通に外れていくを、嫌いになった。ガロライト、RR かな。太らない人ってお腹弱いのかな。三期、三姫アマ。三期のアマ。あるんですか、三期は。あります、あります。アマ。あ、じゃあ3期ですね。ギアス対、ガロライトはありだなと。あ、これありだっていう声来てるね。あのね、ギアス対ガロライトは面白い対決になる。いいんじゃないですか。全然できますよね。その辺のじゃあライトミドル系にしましょうか。まあ今日みたいにね、当たるからね。当たりが多いから。ちょっと待ってください。逆にあれでもいいかもしれません。お祭りわっしょい。お祭りわっしょい。も結構面白いですよあれ。いや面白いですけどね。わっしょい打ったことないんだな。あ、打ったことない。面白いですよ。お祭りわっしょいよりはお祭りわっしょいのゴール好きですけど。もうちょい下げようか。ちょっと待ってくださいね。BTX ってレインボーで外れるという噂の神台ですか。神台です。ダブル ID は金色ファイナルライト。当たり見れなかったな、すいません。録画見てください。最初の方は当たってます。最初の方ね。始まってすぐ当たりましたから。ギアス対ライトなら見る。ギアスとモーパイ。ギアス対ライトいきましょうか。ガロファイナルライト。じゃあ来週はコードギアス対ガロファイナルのライトミドルで放送しますんで、皆さんぜひね見てください。レトレゲーム久々に打ちたいなと。今時この台みたいな感じでカイジないの。カイジないね。お祭りわっしょいなら見ないわ。ウィニングターンのアマデジャールで何行くのガロでしょ。あんちゃんの牛丼対ライトミドルの連対決。お祭り場所誰得だよ。レッカお疲れ様でした。ありがとうございます。レトレクイームのライトミドルはないですかと。ないです。すいません。最初の方に当たるとか珍しいねと。お疲れ。ワッショイとか喜ぶのジジババだけじゃん。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。はい。来週はじゃあコードギアス VS ガロファイナルライトでやりますんで、皆さん見てくださいね。はい。最後に告知ありますか。告知、はい、ありますか？新台入ったでしょ？新台入りました。はい。まあそうですね。もう今月は特に新台入れ替えはないんですけども、はい。まあ今週頭に入りましたけれども、まあパチンコ今松さん言った銀河乙女、はい銀河乙女のマックスがなんと10台に入っておりますんでね。1円パチンコにも1台、緑の方が導入となっております。はい、計11台ありますんでね、銀河乙女、ぜひともね、ご来店して打っていただければと。あと、お客様から結構ご要望がありました、スロットのリング、こちらもスロットのリング、はい、導入となってますんでね。それも今週から、今週からパチスロのリングも導入されておりますのでね、ぜひその辺もね、楽しんでもらえればいいかなと思います。あとですね、当店の5スロ。5スロ。すごいラインナップになってますので、教えて。モーハン、はい、鉄拳3、はい、バジ絆、おお、もう新しそうなところがありますし、はい、しっかりゴスロにも入ってますので、まあスロットの初心者の方もゴスロからやってみたいと思う方、最新で入ってますので、ぜひぜひ。はい、ぜひね、うち来てください。初コメを使われると。ゴスロー結構本当うち人気あるんで、なかなか座れない可能性がありますけど。そんなに人気なんですね。はい。でもまあ本当そうですね。マドカマギカも入ってますし、バケ物語も入ってますし、はい。もう何でもあると。皆さんの打ちたい台型はきっと見つかるであろうと。うん。思いますんで、はい、ぜひねうち来てください。あんちゃんが荒れすぎるんで目立たないが、山ちゃんも結構来てるなっていうね。ですね、ここだけの話、新しいズボンを買いに行かなくちゃいけないと。なんと山ちゃんズボンを新調しないといけないぐらい来ているということなんでね、このお腹をうんって引かないともうコスプレもね入るサイズなくなっちゃうから、本当そうですね。来週はあんちゃんのねコスプレが見れますんで、しっかりコスプレしてるのでガラファイナルってことで、ガラファイナルですから、どれが来るかちょっとまだ、なるほどね、どれが来るかちょっとまだわからないです。やっぱりな、ズボン買い替えとかわらだな。ニスロコーナー作ってと。ニスロはきついかな。場所がないよね。場所がないんですよね。漫画4スロならね、横須賀にある。あ、そう4スロ横須賀あるね。4スロ横須賀ありますね。あと8スロでしたっけ。漫画コーナーに彼岸島は導入されてますか？彼岸島は導入されてないです。ないかな。ガロファイナルのコスプレするのとわらわらということでね。はい。今導入希望でしたら、まあ担当者の方に。ああ、もう基本ですね、うちトイレにアンケートシートみたいなのがあるんですよ。はい。お客様のご意見箱みたいなのがありますので、ちょっとそちらにこの漫画欲しいよ。ああ、この漫画とか欲しいなって書き込んでもらえれば。さあ、お、なるほど、じゃあ買いましょうか。はいってなりますのでね、ぜひお願いします。来週は賛成柄かということでね。あとですね、機構の戸塚店にもですね、この圧力ライター導入されております。導入って言い方おかしいな。勝手に置いて帰りますんで、皆さん欲しい方、店員の方に圧力ライターくださいと。いうことを言っていただければ、一言言っていただければ持っていきますんで、ポッポッポッと持ってきますんで、ぜひとも取りに来てください。数に限りがありますのでね、なくなり次第終了となりますので、ぜひとも取りに来てください。はい、ぜひねお願いします。といったところでね、今週の放送はこの辺でね。まあちょっと負けちゃったんで来週はそうですね、気合を取り直して。来週は頑張って勝つと。あんちゃんじゃああれだ、もうガロを打つってことだ。あんちゃんがガロを打つんだ。なるほど、じゃあそんな感じだね、来週は。じゃあ俺コードギアス。はい。ということなので、ガロファイナルはお手の物ですか。はい。ほら、なんか。いやいやいや、というよりですね、前回も金色じゃなくてファイナル打ってしまった、隅田君に勝ってしまった。うん、そうだね、スミチェルにね、勝ったね。はい、といったところでね、今週の放送はこの辺でお別れしたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。また来週会いましょう。さよなら。寝れない。羊が1匹、羊が2匹、羊が3。何これ？前見にくいわ。喋るんだ。夢か。聞こうな。